口です。今日は、久々の対談をやっていきたいなと思うんですけれども、今日は僕の大学のお友達でずっとものづくりをやっておられる方をお呼びしていました。今回ですね、今までずっと対談やるときはズームで遠隔でやってたんですけど、今日はなんと同じ空間に来てもらっていますということで、早速お呼びしたいと思います。クリエイターのマイケルさんです。はい、どうも、クリエイターのマイケルです。はい、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。いや、これマイケル君、マイケルって呼んでいいんですか？マイケルでいいよ。マイケルでいい。俺なん、マサハル、マサハルないか。あ、いいよ。一応なんかこういう活動をするときはクッチっていう名前でやってるんだけど、別になんかこだわりはない。そのクッチは、クッチって今まで呼ばれとったのもあったけど、なんか大してそこにこだわりはなくて、はい、別に変えてもいいなと思ってる。そうやそんな。マイケルっていうのは、何なん、どっから来た？本名は違うじゃん。本名は大塚祐介。あ、それ言っていいの？本名、あ、別に言う、全然大塚祐介で大丈夫です。たまに祐介って言われるとちょっと嬉しい、むしろ。名前からなんでマイケルって。由来、別にだって、ハーフとかじゃないじゃん。違う。純日本人です。なんか由来は？由来はね、これマジで本当にクソどうでもいい話になるっちゃけど大丈夫。全然いいよ。本当に高校の時の言い間違いで、高校の時の友達からの呼び間違いから生まれたあだ名がこれないよね。なんかそれは別にマイケル君っていう人がいて、その人を呼ぼうと思ったら大塚祐介だったっていうわけではなく、全く関係ない。全く誰も同級生に外国人もおらんし、周り全員日本人やったし。で普通に呼び間違えられた。呼び間違いで、そう、なんかそうシチュエーションで言うと、なんか別のクラスに友達がおって、そのクラスに遊びに行った時に、おー大塚久しぶりみたいな感じの時に、なんか誰かが聞き間違えで、マイケルみたいな感じで誰かが言って多分ね、そう。で、そこで、そしたらなんか周りのやつらがなんか、マイケルみたいな感じでなんかマイケルで騒ぎ出して、で、そっからなんか、俺マイケルになったんよね。それはいつぐらいの話なの？高校1年生。ああ、じゃあちょっと前だね。結構前だね。もう、そう、だいぶ、やけん、15、16歳の時、やけん。7年ぐらい。そう、7年。はあ、から、7、8年ぐらい。マイケル。なるね。結構単純じゃない動機が。そうだよ。だしなんか意味わからんしね。そう。で、マイケル。それは自分としてはどうなの？成り立てほやほやはね、なんで俺がマイケルみたいな思ったけど、マジで、なんだろう、でも最近はね、意外とこれが美味しいってことに気づき始めて、まず覚えてもらいやすいよね。まあそうだね。まず大塚祐介ってよりもマイケル、はぁみたいな感じで、まず印象残ってくれる件、結構。そこは最近得するようにはなったかな。でも別に俺なんか今後ずっとマイケルで活動していくつもりはなくて、ちょっとちゃんと本名でやっていきたいなっていう気持ちはあるかな。だけ今映像クリエイターで今やっとうけど、それはもう普通に本名で売っていこうかなって思っとうかな。マイケル、そうだね、なんかやっぱそっちの方が信頼もあるし、信頼も持てるかなとかって思ったりする。 SNS とかは何でやってる？大塚祐介でやっと。あ、そうなんだ。そう、実はそう今まではそう学校の活動とかは全部マイケル、インターンもね、まだマイケルだったけど、そう実はインターン。そのインターンは別にだって知り合いはいないわけでしょ。おらおら、大学の、なのにマイケルな、自分で呼んでくださいって。そうなんよ。もうじゃあすっかり染みついてる。ようやるよな。ようやるね。今思えばようやったなって思う。ちょっとね、そう、簡単に自己紹介した方がいいか、いきなりインターンとか言ってしまったっけ。あ、じゃあやった方がいいかな、分からん。僕は簡単に紹介しますね。はい、あ、はいはい。だから大塚祐介としてやっていきたいんだよね。そうだね、大塚祐介、それ。じゃあ、このラジオ出すときはどっちがいい？このラジオに関しては別にどっちでもいい。マイケルでいい。いつも名前、
なんかカッコ、まあ、例えば今回やったらクリエイターみたいな感じで出すんだけど、そのまあ大塚雄介だったら、まあ、大塚雄介でヒットするし、マイケルだったら競合はめちゃめちゃ多いよね。でもマイケルなんて思う。でも正治とやるときはマイケルでいたいの。だ、確かに。でも僕はだってマイケルって呼ぶからね。別にもう、うん、なんか、うん、そうなんだ。まあ別にあれだよ、あの、まあ、とりあえずじゃあマイケルにしといて、うん、もし大塚雄介になりたかったら、まあ、うん、後で変えればいいから。あ、そうやね、そうやね。じゃあそういう感じで。それでいこう。じゃあマイケルで。じゃあ今回は、まあ、僕がずっといつも呼んでる風にマイケルさんという感じで呼んでいきたいと思うんですけど、うん、はい、まあ、簡単に僕から紹介すると、超簡単に紹介すると、まあ、クリエイターとして活動されていて、映像、モーショングラフィックスとか、まあ、そんなこだわりないか、その実写もやるし、うん、なんかそのアニメーション的なこともやるし、うんうんうん、あとは照明を、うん、照明制御、なんて言うんだろう、なんだろう、照明オペレーション、あ、照明オペレーター、照明、そうだね、ライブ照明のオペレーションかな、ライブ照明のオペレーターぐらいしか僕分かんないんだけど、なんか他にある、他にね、いや、大体そこの、大体そのぐらいだし、だ、ね、そうか、まあやっぱ映像と照明が結構2つの軸かな、シーンが通った軸っていう感じかこの、まあ、多分それ以外にもいろいろなんかやってるとは思うんですけど、そうだ、まあでも、まあ、そういうことをやり始めたのは大学、うん、大学、あ、から全部大学やね、今は大学の大学院の1年生なんですけど、大学1年生で入学した時からそれを関わり始めたということで、今はまあちょっとフリーとしてそういう活動、なんだろうな、映像作ったりっていうこともやっておられるというお方です。はい、はい、そういうお方です。はい、かなりなんか僕からしたらすごいクリエイター気質な方だなと思ってるんだけど、はいはい、まあ、ちょっとその辺の話もね、後で具体的に聞いていけたらと思う。はい、なんかやっぱりこうやって対面で話すのちょっと恥ずかしいね。恥ずかしいね。なんか人に紹介されるのなんか恥ずかしい。うん、だからなんかね、僕もこれをやりながら毎回ちょっとこういう形で喋るのはちょっと緊張する、ね、毎回。うん、ちょっと俺も、まあ、でもなんか あのね、うん、いいよ、1時間ぐらいしたら慣れてくると思う、うん、20分ぐらいしたら OK 、うん、結構普通になるし、結構ラジオっていうことを忘れてくるから、うん、まあその感じになるまでちょっと楽しんでいただけたらと、はい、大丈夫です。はい、じゃあまあ簡単に僕たちの出会いを話したい、うん、と思いますけど、はい、覚えてますか？覚えてるよ。まあ僕たちは大学で出会ったんだけど、僕が、まあ、高専から編入をしてきたんですよ。そのマイケルのいる学校に。3年生の時はね。そう、3年生の時に編入をしてきて、で同じ学科で、うん、まあクラスで。うん、まあ、出会うんだけど、でも最初から話したっていう感じではないよね。どう？え、待って、俺飲み会でさ、あの Perfume で語り合ったのが俺一番初めに喋った時じゃなかったっけ？いや、まあそうだけど、でもそれって5月とかじゃなかった？え、4月の後半とかだから、4月、飲み会はそう、4月1日2日あたりからっていうわけじゃなかった。ではないよ、しょ、そうやね、それはそうよ、そうそう、で、あれはいつなんだろう、なんかだから大学でマイケルっていう人も知らなかったんだけど、うん、でも一番初めにマイケルっていう人を認識したのは、僕は授業で、うん、あのマイケルが Perfume の Perfume のパソコンケースを持ってるのを見つけて、はい、え、待って、 Perfume 好きな人おるじゃんって、あ、って思ってマイケルを認知したのが最初なんや。あ、そうなんや。そう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 。あ、俺のパソコンケースでパフュームのあのフューチャーポップのあれを持って。そう、フューチャーポップ、そう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 。
あれか、あれで自覚したのが一番最初で、あで、うわ待って同じ人がおると思ってだから2人とも Perfume がめちゃめちゃ好きなんですけど、あ、はい、まあ、僕が好きっていうのも何回も言ってると思うんですけど、はい、大塚くん、マイケルでいいよ別にどっちもいいけど、マイケルもパフューム好きで、はい、でグッズを持ってたんだよね、はい、そうです、うん、っていうのを見つけて、へえすごいおると思っていたと思ったけど、思ってで僕なんか編入して入ってきた時ってパフューム好きって自己紹介したっけ？いや多分してないと思う。してないね。これ多分なんかね、あのあれよ、あれかな、こういう名称のさ、あの照明屋の部長自体に多分聞いた。めっちゃそっかそっか、めっちゃなんか口ばくんって子がなんかめっちゃパフューム好きらしい親けマイケルと話したらって言っておいたみたいな感じのことを聞いて、あ、そうなんだ。なるほどなるほど。かもしれんね、うん、うん、そんな気がする。俺多分それで、なんかサークルの新刊とかがあったんだけど、うん、まあ、僕も3年生で編入したてだけどサークルに入ってみたかったけん、うん、まあ、その新刊に行ったと、うん、それはなんか学祭でいろんな企画が多分体育館で一堂に新刊やる、新刊っていうか説明会みたいな、そう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 、やるのがあって、そうそうそう、で僕そう、それが4月の終わりとかかな、そうそう4月の終わりぐらいに学祭企画が、あの新入生主に、まあ、1年生がね本当はあの、ね、1年生を歓迎するっていうか、1年生に自分たちのサークル、あ、学祭企画を紹介するために、うん、合同で体育館でそれぞれブースを構えて紹介するっていう感じで、1年生と編入生はまあ同じ扱いやけん、うん、まあ、そうやけん正春に向けてもそういう風に新刊っていうか、うちのサークルってこうなんですよみたいな感じの勧誘をした。そう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 。で僕はあの南北のかけなかった、OK、あの僕はもう授業で、あ、パフュームのやつグッズ持ってる人おるって思ってからマイケルとずっと話したかったそう話したかったけど、でもちょっと機会がなくてで、その時にマイケルは、うん、これもうサークル名って出していいのかな。いいよ、別に、うん、それは出していいと思うよ。まあ、でも具体的に言っても分かんないから、あの、うん、ライブを、ライブ、学生ライブをその学祭でやるっていうサークルがあるんですよね、うん、そうですね、ライブサークルですね。それのどういう立場でしたか。ライブを作るサークルの照明の頭でしたね。そう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 、っていう立場でやってたから、まあ、その新刊にも参加してて、うん、代表として説明者みたいな人で、うん、マイケルは来てて、僕はその新入生で紹介説明を受ける側として参加してたら、うん、そのもう授業でそもそも知り合ってた人がマイケルを僕のところに連れてきてくれて、そこで初めて話したのが2人の初めての会話なんですよ。多分そうやった、うん、そうやった気がする。いや、そう、俺はマイケルと一番最初に話したのは、うんうん、確実にそこ、多分そこの体育館で話、体育館で、体育館であの連れてきてもらって、そう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 、これがマイケルみたいな感じで、その時に多分パフュームが好きなんかな、みたいな、使ってるよねとかっていう話をしたんかな、うん、たで、そう、あ、俺もでさね、俺も多分その時に、君がのパフューム好きって言ってた子ねみたいな感じで、そうそうそう、俺もそこでやっとなんかその噂がちゃんと、うん、あ、噂のこの人かって認識した、ちゃんと。だよね、そう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 。だね、で、え、もうそっからだけ2年ぐらい、まだでも2年、うん、ね、そう、2年間経って、そうだね、そうそうそう、今なんだもんね、結構じゃ経ってないね、意外と経ってない、うん、そうだね、確かに、そうそうそう。で、なんかその後にまたその学生企画サークルとは違うサークルがあった、うん、照明屋っていう、あ、その学生ライブで照明オペレートをするサークルがあって、それに結構僕はなんかそのサークルに結構勧誘されてた、いろんな同級生が多かったじゃん、うん、買った関係でめっちゃ招待されてて、うん、でそこにはマイケルも入ってたから、うん、その新刊に行った時にようやくそこでマイケルとゆっくり
話す機会があったなって、うん、思った。だったね、うん、そうだから、うん、その体育館で会った時は本当に軽い挨拶みたいな感じで、うん、そこからその新館でようやく同じ席に座り歩む話を、うん、話を咲かせるわけです。ずっとやったマジで、あのあれはすごかった。2時間その飲み会の時間が多分2時間ぐらいあったけど、それもう、うん、本当1時間50分か2時間はもう本当にずっと話してたもん、ね、いやもうずっとマジでマサルとずっとパイも話しとったなんか、ね、あいよいよなんで僕はそんなに興奮したかっていうと、うん、まあ、今までそんなパフューム好きに出会ってなかったんですよ。あ、まあ、出会ってはいるんだけどちょっと年が離れてたりとか、はいはいはい、その同級生同じクラスでしかもファンクラブにお互い入っててみたいなそうみたいな人に出会うとは思ってないし、はいはい、しかも僕はあのライブ演出に興味を持ってたんですね、ずっとその時、はい、で、まあ、ライブ Perfume のライブを見てライブ演出をしたくなったみたいな話もしてたんだけど、うんうん、マイケルもそうだったんだよ、うん、そう、マイケルもライブがめっちゃ好きで、そうだよ、ライブ演出を将来的にやってみたいみたいなことを言ってたよね、うん、それはきっかけは何？ライブ演出やりたいと思ったきっかけ、あ、きっかけ、うん、ねきっかけはね Perfume ではない、ね、結論 Perfume じゃない、うん、紅白かな、紅白ね、実はライブ演出っていうかそういう、そうエンタメ系に興味を持ち始めた一番初めのきっかけは、うん、嵐の紅白で、迷宮ラブソングを歌った年、迷宮ラブソングと果てない空を歌った年の嵐の、演出がかっこよくて、うん、へえ、なんだろう、それ何年の時のやつか覚えてる？結構、いやもう10年ぐらい前と思う、多分俺が高校1年生か中学3年生か、多分ここ高1かな、多分高1だったかな、10年あ高1だったらだから7年前、8年前ぐらいか、7年ぐらい前かな、うん、でそこで嵐のライブ演出でなんか画面、うん、よくあるあれよ、人 あのダンスとあの後ろ あの画面スクリーンが、うん、の映像がなんか連動するような、うん、何右手でこうなんか右手でフィュって手を出したら右あの画面の右側からフィュってなんかあの丸がシュッて出てくるみたいな感じの、はい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 、そういうやつを、なんかそういうのが流行りな時期あったよね。あった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 。そう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 。うん、わかるわかる。そう、それを見て、あ、やべえ、あすか、むっちゃかっこいいって思って、そっからエンタメに興味持ち始めてから、で、こう、で、そっからプロジェクションマッピングが流行った時期があんじゃん。はい、ついに始まりました、ね。始まりましたね。うん、で、そう、だから、そう、大阪城のプロジェクションマッピングとか行ったんよ、実は。え、行ったの？行ったの？僕も行った。嘘。行った行った。僕、え、マジで？え、あの、うん、大阪城で会ったやつでしょ。大阪城の中3か中2くらいか、うん、いや僕が高1の、うん、だから高2のになる春、あそう俺が高2の、あそうそう、だから高3とかじゃない、多分そう、だから年齢で言うとマイケル1個上、あの俺がその浪人しとけ1個上、そう1個上なんだけど、でその大阪城のプロジェクションマッピングは、うん、分かんない、もしかしたら同じ年が違うかもしれんけど、いやいや、うん、僕も行ってた、マジで、うん、俺も思ったマジすごいね、そう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 、だからあれは僕もだからプロジェクションマッピング、うん、に興味を持って、うん、僕らがその演出に興味を持ったきっかけはそもそも Perfume が好きで、Perfume、うん、があのライゾマティクスっていうね、うん、クリエイター集団とコラボし始めて、うん、そのテクノロジーを駆使した演出をやり始めたのを見てなんだこれかっけえと思ったのがきっかけなんですね。ああはいはい。でそれこそそれが2013年のプロジェクションマッピングが流行りだした時期だから、はい、だからその演出に興味を持ち始めたっていうタイミングも多分一緒だね。多分そうやね。だから僕はその時が中3。そう。でマイキューが多分高1。多分そう。でそのタイミングもバッチリだね。多分そう。プロジェクションマッピングというかまあ。本当にその僕が中3とかの時期は本当に確かに映像となんかパフォーマーがなんか連動してるやつ流行ってたから、うんうん、流行っとった流行っとった流行っとった、結構タイミング一緒だね、初めて、そうやね、それは初めて知った、そう俺も今初めて知った、マジか、うん、僕はあの2013年のそのスペンディングオールマイタイムで
Perfume に対してプロジェクションマッピングをするのを見て、うん、あーあーってなっちゃった。なるほど。そう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 。そうだね。ああそうなんだ。そう。あでも俺 Perfume はねちょっとハマり出したのは違うよね。きっかけはまた。その時からその時はその2013年とかは Perfume がそういうことをやってるって知ってたの？いや知っと。Perfume が、これ時系列で言うとプロダクションマッピングを好きになる。でその後にね、あの大事なことがあって、あのアメトークで Perfume すごいぞ芸人があって、うん、やったね。それは2015年ですね。えそんな前？え2015年やけん、うん、あちょうどやけん。それあの3569というか、あのやってた武道館でライブやってた時だから。そう、僕は高2なんですよ、それが。あ、そっか、うん、でまだ多分スペンディングオールマイタイムで衣装にプロジェクションマッピング当ててないはず、まだその時は。いや、当ててる。あだから、いや、プロジェクションマッピングで衣装当ててるのは2013年だから。え、嘘。え、2年前その、パフュームすごいぞ。その2年前。パフュームすごいぞ芸人は2015年。ごめんなさい、僕めちゃめちゃえすごいオタクなんで。あ、ごめん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 。あのめ、なんかそういうの結構覚えてて。あ、そっか。あの Perfume がどういう番組に何年してたかみたいなのをちょっとすげえ把握してるから。そっか。あの Perfume すごいぞ芸人は2015年なの。マジか。それがストーリーとかの時期。ええそんあの網戸使った時期。そう網戸、うん、そう。えでその2年前が映像衣装。俺結構最近と思いやったストーリー。あれマジか。そうなんや。えでちょっと待って一回言ってみて。でじゃあ俺の認識では、Perfume、プロジェクションマッピングが好きだ、うん、で Perfume すごいぞ芸人を見たから、はい、そうです、うん、そっから Perfume わー Perfume 好きーになった。そっからだから Perfume すごい。それはその彼女たちの人柄ってこと？それとも映像ライター演出？ね、すごいぞ芸人、そうすごいぞ芸人の中ではそのテクノロジー演出がすごいみたいな特集もあったから、うん、それを見てからかな。あ、多分ね。それとも Perfume が可愛いみたいな。いや、両方あったと。両方あったかな。あ、そうなんだ。両方好きって思った。あ、うわー、記憶の捏造がされた。ちょっと待って。まあまあ、でもそこで。まあでもそれ見たのがきっかけってこと。そこから Perfume 熱が上がったのはマジでそう。へ、なんかそれ以前もなんか Perfume すごいことやってんなのは多分、うん、じゃあ多分認識しとったんよ多分、うん、でしとったけどなんかそこで多分なんか改めて技術ほんとこんなすごいところやってんだよっていうのと、うん、本当になんか魅力人柄的なところを、うん、なんかをすごい伝えたのが多分きっかけやったんかな。でそっからは好きっていう風になったかな。うん、うん、そうだね。たまたま見たアメトークで。そう、はあ、いや前からねプロモーションビデオ PV とか見とったんよ、うん、結構、うん、スペンディングオールマイタイムじゃな、うん、かスプリングオブライフとかは結構好きやったし、うん、グリッターとか好きやったしめっちゃ、うん、うん、かな。でもそっからうん本当にで、ね、その大学に来ようと思っ今のその大学に来ようと思ったのって、うん、そういうなんだろうエンタメ的なところを学びたいと思ったから。うん、そう。ああそのきっかけもじゃあ僕と全く一緒だね。そういうこと、うん、そうそうそう、すごいね。ちょっとびっくりしてるわ。びっくりやね。そうだから結構高専で、うん、まあ、僕もずっと Perfume 好きで、うん、テクノロジー駆使して演出やりたいと思って、うん、たんだけど、うん、周りには全然そんな人がいなくて、はいはい、Perfume 好きな人もそんなにいなかったんだよね、はい、高専なのに、うん、好きそうなのにね。でも意外といなくて、僕ほど熱狂的な人もいなくて、まあなんだね、うん、先輩にはいたんだけど、うん、同年代は全然いないみたいな感じでいたら、大学でいたら編入した時にいたらいいなと思ってたらいたんです。そう。いましたね。そう。うわ、自分と同じ方向を向いてる人がいると。っていうのでめっちゃ仲良くなりたくて、でやっと話せて、はい、みたいな感じなんです。みたいな最初が。そんな感じか。そう。うわ、そっか。そう。それがまあ。僕が編入したのが2019年4月で、はい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 、それがまだ4月ぐらいの話で。そっか、2019年の4月か。あれがまだ、そう、うわ、まだ2019か、うん、めっちゃ最近な気がする。2019って聞くとなんか
ね、そうなんだよね実際ね。まだ2年ぐらいだからね。そっか。でもマイケルとこんなになんか仲良くなったとか話すようになったのって、うんうん、最近じゃない？そんなことない？でもね、なんかその2019年とかは結構あの僕は仲良くなりたいけどちょっとマイケル怖いなって思ってた。うそーん。うそーん、怖がられとった。そう、あの、なんでかっていうと、うん、そのマイケルは結局同じその学生ライブで照明を照明オペレーターをするサークルに入ったんだけど、うん、まあ、僕はそういう照明とかの操作はやったことなくて初心者で、うんうん、でマイケルはもうすごいんですよ、もう技術が技術がすごいし、まあ、1年の時からやってるんだっけ、やっとよ1年の時からサークル、うん、っていうのもあると思うし、多分本人がもうめちゃめちゃライブを愛してるから、うん、なんかもうすごいんだよね、音ハメとかなんだろうな、技術なんだよね、うん、やっぱりテクニックの部分がやっぱすごい人だったから。ありがとうございます。なんかもう別次元の人みたいな感じがあって、あ、自分とは関われないみたいな。嘘。ちょっとこうちょっと存在が違うみたいなこと思ってた。え、嘘、マジで正直、うん、悲しい。うわうわ悲しい、今知って悲しくなった。正直思ってて、マジか。だからなんか結構僕がなんだろうな、なんて言うんだっけ日本語で、ちょっとなんて言うか忘れたんだけど、うん、引き目を感じちゃう、違うな、劣等感を感じちゃう人だから。劣等感、はい、なんかうわすごい人がいる、どうしようみたいな。相手にしてくれないでしょこんな自分をみたいな。そういうことを思ってた。嘘やん、マジか。知らんかった。マイケル的にはどうだった？俺普通になんか、なんか印象どうだった？印象？だから俺は最初はパフューム、俺の最初のマイケルの印象は、うん、パフューム好きな人いる、うん、めっちゃ話したいけど、うん、なんかどうだろう、この人は乗ってきてくれるかなみたいな。すごいずっとなんか探り探りだったんだけど。そっか、マイケルから見た僕はどんな感じだったの？俺、いや、パフューマイすごいなっていう人。あ、確かに。やばっ。正直、マイケルは弾いてたと思う、うん、僕のこと。ね、弾くじゃないよ。それこそ劣等感。劣等感というか、いや、劣等感ではないな。あのね、申し訳なさかった。あのね、うん、ぶっちゃけオタク度で言うと、俺よりマサハルの方が強いじゃん。パフューマ。正直言うと、僕は、Perfume に関してはめちゃめちゃ物知りだと思う。だと思う。いや、そう。深いとこまで知ってると思う。そう。そう。俺結構さ、その辺さ、浮気症やけんさ。俺、うん、そう、まあ、Perfume、確かに。そう、Perfume が乃木坂とか見らないとか好きやけんさ。うん、結構そのあたりも結構当たるんよ。だけど、うん、そこまでまだ Perfume を俺はまだ深掘りできてなくて、申し訳ない。うわ、ごめんって。新しいねと思って、あ、ちょっと待って、ついたけん。ごめん、申し訳ない。っていう気持ちが強いかった。へぇ。それが、あるし、まあ、若干正直今もやっぱあるね、それは。ああ、そうなんだ。今もある。ごめん、ついてけないって。ついてけてない、ごめんって。追っかけてないって。確かに、いや、僕が正直おかしいから、なんだろう、好きだと、とことん深掘っちゃうんだよ、その人。いやいや、そう。で、僕の場合は、もう Perfume しか見えてないっていうか、他のアーティストも聞くけど、別にそんな、あの、深くその人のことを知ろうと思わなくて、 Perfume だけが唯一めっちゃ面白いこの人たちって思った人だったから、うんうん、Perfume しか見てなかったんで、うんうん、っていうのはあって、でマイケルはなんか僕とは対照的に本当になんかあんまりジャンル問わずって感じだよね、うん、エンタメに関して、アーティストとか、そう、音楽、そう、バンドも、だからそれはしょうがないと思うし、自分より自分が例えばなんだろう、今だったら BTS とか俺はすごい好きなんだけど、うん、別に BTS のことはそんなに
深くは知らないし、うん、ガチファンなんていっぱいいるわけですよ、うん、そんな人たちの前で自分が好きって言って、うん、じゃあこれは知ってるとかさ言われてさ知らんことばっかだから、うん、引いちゃうよね引いちゃうというあこの人はちょっとあのダメだわみたいなついていけないわみたいなのってあると思うんだけどその気持ちはすぐわかる、うん、ああね、うん、まあ、別についていけないけんって言ってからなんか負い目をかんなんかやけんって別になんかいやもうちょっと関われんなとかって思ったことは一度もないね、うん、だけどまあそうなんだ、で結局同じサークルだったけど、うん、なんか特段その後はめっちゃ語るみたいなことはなかった気がする。多分結構そうやったかも。なんかそれはだから僕がもうやばいちょっとこの人は僕より技術がありすぎるみたいなところで引け目を感じてた。そっか、俺別にそうだね、別に苦手はなかったもんね全然俺マサハルに対して、うん、別にクルボの拒まず まあ普通の人って感じだよね。普通になんかそうやね、一人って感じだよね。照明やっとって、うん、うん、で照明やってそうやね、うん、で何があったんだろうねなんか今は何だろう、僕の部屋に泊まりに来たりとか、うん、一緒に温泉に行く仲じゃないですか、うん、最近の方が確かにそういう関わり多いかもね。そう最近の方がマジで関わり多いんだよ。何なんだろうねあれよね、多分あの4年生になってからさ、あの友達に遊びに行くことが多かったけんか、うん、でもそんなにそれで変わったかな。でも別にね、なんかあんま気持ちの、でも多分僕がそのあんまり気を使わなくなったんだと思う、マイケルに。おそのまあ昔はだから照明が引退してから多分そうやろ、なんかそんな気がしてきたうん、なんか僕が多分そういうちょっと気使ってた部分のところを、うんうん、あいいよ、いい大丈夫、大丈夫ありがとう。ところを気使わなくなったから僕が別にラフに絡めるようになったっあね、俺があの照明の肩書きがやっとなくな引退してなくなってっていうのはなんかもしかしたらあるのかもしれない、ね、ああちょっとそれはああね、まあ、まさかがそうやったらあるかも、確かにそれあったらちょっとそれはまあまあ、でも具体的にこの時からめっちゃ仲良くなったっていうのはちょっと思い出せないか。俺も別にないね。なんかもまあグラデーションというか的になったのかな、うんうん、確かに言われてみれば最近の方が絡みはあるのか、うん、めっちゃ絡みあるよね。確かに結構僕から連絡せん。確かに。いやでも半々というかかな。いや俺でも全然気使ってるところはない。うん、あ俺なんかあれ内心なんか連絡したいなと思いつつ、うん、なんかあれやね、結局できてないというか、あそういえば今日平日仕事やけんちょっとあ連絡しても来れんか、うんうん、みたいな感じで、あみたいな感じ最近それでも結構なんだろう、マイケルからもなんかいろいろメッセージ飛ばしてくれることとかもあったりして、うん、ある突発的にやけどなんか、いやでもそうなんかだいぶ2年経って打ち解けてる。もしかしたらそこにいたら声があんまり入んないかも。あごめんオッケーどうだろう、この辺からやったらちょっと、いやいやでもさこれもう一元で撮ってるけんさ、うん、多分僕の声が大きくてマイケルの声がちょっとちっちゃかったらめっちゃもうめんどくさいから、うん、あのそうやね、編集それはちょっとやめた方がいいね。ちょっと頑張ります。本当はね椅子がねなんか雑誌足りたけどね。まあ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 。僕の部屋何もないよねマジで。まあまあまあ、まあ、物は少なめよね。物は少ないよね。まあまあよく言えばシンプルよ。ちょっとね、いやミニマリストなりたくて。はい。いやまあそんなことはないんだけど。で何の話だったっけ。話したっけ。最近なんか。でもよく考えたら4年生の時って本当あっという間だったね。2020年度さ、うん、もう全然僕たち会う機会なかったじゃん。なかった。
うん、なんかあっという間だったね。そっか、まさかあっという間やったか。あっという間だった。あっという間か、うん、これ実はそうでもないよね。あ、そうなの。結構ね、2020年俺にとってインターンがさ、ちょっとでかくて、うん、そこで新しいのを体験したけん、結構ね、なんかみんなほどね、なんか濃いか、充実してたってこと。クソ濃い、うん、クソ濃かったけん、ちょっとね、実は俺は2020年はあんま長くなかったよね。あっという間じゃなかったよね、実は。ああ、そうなんだ。そう、なんかごめんね、なんか変に何かマウントのマウントじゃなくてマウント、今のマウントかな俺濃かった、俺濃かったか、俺別に濃かったけどみたいなマウント取りやばい、マウント取ってしまった。うわ、なんだけど、いやだからそもそもそんな合ってないから2020年度に、まあね、2020年度の思い出ってそんなないかも。あ、2020年度本当にだからもう卒業間近になって、うん、あのさっきも言ったみたいに研究、僕の研究室にマイケルが遊びに来たりとかっていうのがあって、ね、まあもう打ち解け打ち解けでかな、で今に至るよね。かな、うん、そうだね、2020年俺そうやん、同級生と関わった記憶ないもん、うん、ないよ、うん、もうコロナやったしね、ずっと、うん、そっか、俺あんま打ち解けたって印象ね、なんかあんまない、ないっていうか、打ち解ける、なんかそんななんか、まあ、普通って感じ、普通、なんかね、俺の中ではだからマザハルの衣装こうかもしれないけど、俺別にこうないの、うん、ずっと、あ、こうとやっても分からんか、なんかグイッと上がっとうかもしれないけど、俺そう、親密度的なってこと、そう、なんかもともと、なんか初っ端からなんか親密度高かったけん、うん、なんか俺ずっとその高い状態を保っとうみたいな感じなの。あ、ほんと、うん、あ、僕からしたら最初は結構気使ってた。いやそれショックとかじゃなくて、まあ、いやいや初対面だったら誰でもある、まあね、そのなんだろうな、興味、お互いの共通の話題、話はするけどでもどこまで踏み込んでいいんだみたいな、なんかいう気の使い方は僕は最初あった。あったかけど、マイケルそうでもないんだね、別に。そうやね、多分そうやね、それにマザールがこっち側に来る側やったっけんさ、うん、多分緊張とかもするやろうさ、うん、そうだね、そうだね、そう、うん、だ完全アウェイマジアウェイよ、アウェイよね、うん、もうだって怖かったもん、最初あの挨拶みんなの前に立った時怖っこの人たち、うわ、これが大学生か、いや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 最初だから普通に陽気だと思ってたからね、みんなあのクラス。あ、そうなんやうわ、陽気な集まりだわ、いやいやいや、僕はどうしたらいいんだろうと思って、みんな陰キャよみんな陰キャ、みんなちゃんと陰キャよそうだね、中身を開けてみたらそんななんかいい別に陰キャっていう感じでもないけど、まあ落ち着きがあるよね、うん、落ち着きがある、うん、8割9割落ち着きがちゃんとあって、なんかあるというか、うん、ウェイウェイはしてない、ウェイウェイはしてないんだよね、うん、うん、いやそれはなんか、うん、いい意味で僕はすごい良かった、居心地良かった、うん、居心地良かった、うん、で、で僕はどこの話に行こうかね、どの話に行こうか、クリエイターの話ちょっと行ってみようか、そっちの方に。そうやね、ちょっと照明、なんだろう、なんでもいいんだけど、ちょっとじゃあ、まあ、マイケルはなんか最初映像とか、まあ、照明とかっていうの言ってたんだけど、なんかそういう仕事はあったの、うん、今までなんか映像さ、どこどこで作ってみたとかってある？それ学校外ってこと？うん、そうそうそう、学外でなんかこういう、例えばライブの映像作ってみましたとか。ああ、まだ学外でライブの映像作ったことはないよ。だから学内でずっとなんか映像作るっていうのをやってたのか。そうそうそう、うん、3年生までだけど、3年生までずっとそうやったね、うん、そうか、で、まあ、最近だから最近ってようやく学外でのなんか仕事にトライしてるっていう感じか。そう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 やね。じゃあ何だろう、その辺の話に行こうか。うん、いいよ。どういうソフトでやってんの？ソフトはアフターエフェクトかな、うん、そのモーショングラフィックスをやるのは、うん、そのアフターエフェクトっていうやつ、うん、実写とか撮るのは
実写とかね、映像編集とか。映像編集もプレミアとか使う？プレミアね、プレミアは実際あんま使ってない。あ、そうなんだ。もう9割アフターエフェクト。その映像編集も鋭意でやってるの？うん、あ、もう実写の映像も全部アフターエフェクトに入れ込んでやっと。あ、そうなんだ。結構そう、一見あれよ、平平稽古、平平稽古、あのそう、俺が一回、あの俺が主演であの主演プロモーションビデオ、ミュージックビデオ一回撮ったことがあるっちゃけど、それはもう、あえてミュージックビデオなんだ。あれはミュージックビデオよ。あれはミュージックビデオです。は、あの、もうかん、あれは全部アフターエフェクトで作った。モーション、まあモーションとか歌詞とかも入れるのも全部アフターエフェクトでやって編集したね。まあ普通にだ、映像つなぎ合わせるみたいなのもできるもんね。うん、できる。うん。そう。かな、そう、下場点はそうやったね。なるほど。かな、そう。なんかデザインとかってやったりする？なんかイラレとかさ、フォトショーとかって使ったりするの？うわ、イラレでロゴデザインとかやっぱあんまりない。ね、ロゴデザインとかは作ったことない。あ、そうなんだ。ただアフターエフェクトでちょこちょこなんかモーションロゴみたいな、欲しいなって。モーションロゴ、そうやね、うん、なんか四角形、こういう四角形欲しいなとか吹き出し欲しいなとかって思った時にイラレで作ったりはするけど、うん、イラレでデザインするとかはまだやったことないな。ロゴ作ったりとか、まあ、やったことないっていうか、ガチでやったことないか。ないないない。うん。そう。うん。あ、そうなんだ。で、なんか最初は言い忘れてたけど、うん、あれだよね。なんか写真とかも最近興味をお持ちなんですよね。ああ、はいはい。最近は最近は写真が、はい、興味を。はい。それってなんかその機種とか。紹介してもらえるんですか？あ、キヤノンのキス XQI ですね。キヤノンキス XQI を。それってどういう機種なんですか？あれよ、 SP フルサイズじゃない。あ、結構なんだろう、写真のエントリーモデルみたいなやつだよね。そう、初心者向け、うん、本当になんか本当に簡単な初心者向けのキヤノンからでとカメラを4年生の多分3月4月ぐらいに買ったかな、初めて。それで一眼を、でそっから結構撮り始めたかな、いろいろ。うん、それなんか写真撮ってみたいなみたいな。あ、そう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 、もともと撮りたいなっていうのはあって、で買ってみて、で結構そうだね、そっから結構撮り出したかな、割といろんな外行ったりとか、うん、あとなんかたまたま、そうだね、インターンとか正直大きかったかな。インターンの会社で実はカメラを使う機会があって、結構なんかカメラ勉強会とかあったりとかして。どういう業種なんですかそれは？インターン先の会社は、デザインとか。いや、結論、動画制作。あ、そうなんだ。そうそうそう、動画制作メインなんだ。動画制作メイン。あ、そうなんだ、ね、そう、俺が知らんかったわ。そう、あ、知らんかった。知らんかった。そうそう、俺が入った部署は制作部の、そう、動画編集部っていう、あ、動画制作部っていうところに俺は入って、そこでインターンさせてもらった時にカメラも一緒になんか教えてもらったりとか、あと中にカメラができる人がおったっけん、その人にいろいろ教えてもらったりとかしたかな。で結構見つけた構図とか、なんかこういう撮り方とか、うん、こうやったらなんか綺麗に映るよっていうなんか法則とか教えてもらって、そこからめっちゃカメラハマったりしたかな、うん、かな。そうだね、結構撮り行く機会とかあったし。今も飽きずに、やっとね、うん、そう、今はそうだね。最近三脚多かったけん、うん、ちょっとあの夜の星とかを撮ることにハマったりとか、うん、撮れる、うん、撮れる、撮れる撮れる。へえ。やっぱ三脚で固定できるけん、そう、結構便利なんよね。露光時間、そうそうそう、うん、シャッタースピードをめちゃくちゃ長くして、そう、いっぱい光が取り込めるけん、うん、そう、普段できん撮影ができるけん、なんか、うん、このあと、そう、最近ハマってるかな。あと一眼で動画撮ったりはするの？わあ、いや最近あんましてないな。撮れるっちゃ撮れる。撮れるっちゃ撮れる、うん、撮れるけど別に、うん、それ動画撮ってない、うん、そう、本当は Vlog、 あ、まあ Vlog とか撮れるやろうけど、
ちょっと撮り方が分からん、どういうの映せばいいか、どういうの映せばいいか分からんけ、なんか V 力ね、確かにちょっとね、そう写真、うん、やっぱ写真で、いや写真でやっぱ綺麗だなって思った瞬間を撮る方がなんか最近は向いてるのかな、なんかさ、ちょっとそっちの趣味になるね、ちょっと。じゃあどうなんだろう、実僕は写真より動画の方が好きなんだけど、うん、どっちが好きなの？写真と動画どっちが好きか、うん、まあ写真作品を撮りたいのか映像作品を作りたいのかって言ったらどっち？うわ、まあどっこいどっこい、待って、そう、写真はあくまで趣味だね、うん、で動画を仕事にしたいとは思っとうけど、動画の撮影を仕事にしたいとは思っとうけど、うん、まだそこまで強くは思ってないかも、実は、うん、なんか動画は、いや、あれば欲しいよ、うん、あればやりたいけど、うん、なんか緊急度はまだそこまで高くないかな、撮影技術に関しては、ってなんか個人的に思っとうかな、まだ、うん、なるほど、そう、まだ撮影不要な映像を今作りたいって感じかな、撮影不要な映像、だからアニメ、あの映像、なんだろうな、パソコンの中で、そうそう、なんか一から作っていく、そう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 、アニメーションとか、なるほどね、かな、そっちの方を実はやっとうかな、うん、だけなんかまだ映像、そうだね、撮影をやってはないな、うん、かな、でもそろそろ、でもそこの殻はちょっと破らないとはいけないなとはちょっと思いつつあ、そうなの、ある、それはある、ある、やっぱ企業、あの、企業のなんだろう、なんかイベントの撮影とかやりたいし、でイベントのプロモーションビデオを作るとか、分かる分かる、それね、そう、僕も同じこと思ってて、僕もなんかね、うん、プロモーションビデオとか、うん、ね、僕は割と、なんていうんだっけ、メイキングを撮りたいって思ってるよ、ね、はいはい、うん、僕だから、まあ、自分でなんか映像作品を作りたいっていうのもあるんだけど、うん、本音を言う、本音っていうかね、もう一つ別で、うん、いろんな、なんかいろんなイベントとかプロジェクトがあると思うんだけど、僕はね、うん、そのメイキングを撮ってあげたいって思っちゃうんだはいはい、なんかちょっと今度調べてみてほしいんだけど、ライゾマのさ、うん、あ、今調べていいよ、うんうん、あのコーデッドフィールドっていうイベントは知ってる、はい、いや知らん、多分見たらわかると思う、名前は知らんかもしれんけど、コーデッドフィールド、コーデッドフィールド、 う、 うん、コーデッドフィールド、あの東京の増上寺っていうところでやった、ほうほう、光と音で都市と参加者をつなぐ、そう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 、んー、それのねメイキングをちょっとねあるんだけど、それちょっと YouTube で調べた方が早いわ、あー、んー、コーデッドフィールド、そう、それはコーデッドフィールド、あの全部ローマ字で英語で言うと、あ、そう、それで、あ、これ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 、あ、この下、そう、これちょっと音なしで再生してもらっていい？オッケー。音なしで、ね、あの、著作権の問題でちょっと、はいはいはい、流せませんので。はいはいはい、はい。まあ、映像から綺麗じゃん。確かに綺麗。映像から綺麗で、あ、まあ、最初はこういう映像をね、ちょ、皆さんも、うん、あのよかったら YouTube で、ライゾマティクスコーデッドフィールドで、うん、あの、8分弱ぐらいの、なんか、メイキング動画みたいなのがあるんですよ、 そうだね、そのイベントの、うん、そうそうそう、それをねぜひ見ていただきたいんだけど、うん、最初はまあね、その風景をこうやってやっていくんだけど、途中からその音楽と合わせたメイキングシーンになるんですけど、うん、まあかっこいいねあ、かっこいい、いや綺麗だな映像、そう、やっぱ映像も綺麗だと、その分その時の思い出もさ、うん、すごい鮮明になるし、 うん、いい思い出、綺麗な思い出になるから、うん、あ、いいな、いいな、
最近ね2つ考え方が思うことがあってね、写真と動画でね、うん、それぞれ1個ずつ、なんか写真はね、なんか本当にね、その瞬間しかないね、何なんかその瞬間のなんかその一瞬を切り取る、そう一瞬を切り取りたいんよ、うん、もうがある、それを残す、それが永遠に残せるってすごいなって思って、うん、だけなんかいい瞬間を残したいなっていうのはあるし、でも動画はでもやっぱなんかこれから仕事の幅を広げていく上であったりとか、うん、やっぱ写真よりもやっぱなんか動画の方がなんか影響力っていうか、やっぱ伝わるもの、伝わりやすさとかはやっぱあるけん、なんかそうだね、そう、うん、動画の方が影響力はやっぱあるなって思ったりする。別にどっちも好きやし、うん、好きやけど、なんか写真の方に何だろう、逃げてしまってるかもちょっとあるかな今も。なんかでもまあ別にそれはマイナスな気持ちではないでしょ、別に写真がやりたいと思うんだったら別にそれは全然いいと思うし、うん、そう、まあ、でもこういう撮影もやりたいなと。だから僕はまあ、今までもね、ともいきっていうね、作品を作ったんですけど、はいはいはい、まあ、これそれだけじゃなくて、いろんなこれまでやってきたイベントとかでも、うん、結構自分が関わってるから、うん、そのメイキング映像ってあんまり撮れない、うわ、だけど本当はそういうところもメイキング動画として残したい、確かにって思ってて、いるからちょっとちょっと後悔がある。その時のね、だから一人メイキング映像撮影用として一人もう一人キャスティングすればよかったなって思うぐらい、ちょっと 外からの目線で自分たちを映してほしかった。それはね、わかるっていうのが思うから、なんかだから僕は本当は両方やりたいというか、体が2つ欲しいというか。ちょっとそれはわかる。うん。欲しい、うん、メイキング確かにこうやってできていくんだよっていう過程も見せたい。わかる、そう、でドキュメンタリーみたいな、なんか、うん、確かにドキュメンタリーね。僕は結構裏側大好き人間だから、うん、メイキングを知りたいんだけど、マイケルはどう？いや、それはめっちゃ思う。いや、裏側大好き俺も。ちょうど最近ね、あの乃木坂のね、あのドキュメンタリーを見てからね、そう、それ何、映画、ドキュメンタリー映画かな、うん、あのちょうど Hulu でちょっとありよったけん、うん、そう、なんか1時間半2時間ぐらいのやつを1本とかなんか見たりして、なんか裏側こんなこと考えてんだとか、うん、そう、あとなんかあるよね、なんかライブの舞台裏みたいな、舞台裏のなんかセットで、セットの裏側とか面白いよ、ね、そうセットの裏側めっちゃ好き、うん、あの楽屋とかなんかわかる、そう、あの裏の通路、そうな、一般の人が入れん、スタッフだけのあのあそこのなんか会話とか好きやし、サカナクションのなんかライブのなんかあれだよな、スタッフのなんだろう、オペレーションの操作とか見るの好き。あの僕たちはだから、まあ、Perfume が好きだから、うん、ライブにももちろん行くんだけど、うん、多分2人とも共通してるのは絶対タクを見るよね、タク見る。あ、その行く途中で、行く途中で会場入る途中で絶対見る。ライブの会場に行ったらまず自分の席に行ったのと確認した後に、まずあのそうオペレーションタク、そう、そう、あのタクっていうのは、まあ、そのよくライブとかでまあ、ステージとかがあって、そのちょっと離れたところでパソコンがいっぱいだらって並んでたり、機械が並んでるブースがあるんだよね、うん、それがまあ卓っていうんだけど、うん、あそこ見ちゃうよね。あそこ見るよ、まず。あそこまず見るよ、なんだこの機械はとか、そうそのなんかそれっぽい画面が出てて、うわこれで制御するんだみたいなのをすごいニコニコしながら見る、ね、そう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 、めっちゃそう見る、もうなんか本当に、いやーあれみたいな、いや本当にね、いつか本当にライブのね、あれ、あの PA 席、うん、PA 卓、まあ、卓が見える席に行きたい。で卓で操作してる人を片目に見ながら、こうあの正面のなんかステージのライブを見たいね。もうそれができる、もうその席に当たりたい早く。あればいいね。うん、そうだね、うん、最近だったら、まあ、2020年にあった P キューブドっていうライブもドームであって、うん、それも僕はしっかりとタクを見たし。あ、タク見えた？ P キューブの時、あの P キューブドの
時はあの右手側にタクだった、うんうんうん、正面じゃなくて右手側にタクだったんよ。はいはいはい。マイケル見てない？あ、見たよ見た。あ、見た見た見た。正面がちょっとずれた場所にあったよね。そう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 、ペータクが。そう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 、うん、あったし、あのその前のフューチャーポップのツアーで、うん、あのタク、あれはタクが正面だったから、はいはい、でその僕はアリーナじゃなくて2階席だった、ね、うんうん、だからその2階席に行く途中で、うん、もうちょっと柵があるんだけど、ちょっとこう覗いて、うん、あ見るみたいな、はい、ことをしてたな。あ、ね、うん、ライブ中が見たい、うん、ライブ中は見たことない。だからそのライブ中はちょっと離れてるから距離が、 あのまあちょっと横目で見えるんだけど、うん、そんながっつりじゃなくても僕はステージに集中してたからはい、はい、だからあれだよね、そのフューチャーポップっていうツアーが2018年にあったんだけど、その時は僕はまだ大学に編入してない時で、うん、あ、そっか。なんだけど同じ日にライブ福岡、僕福岡に行ってて、ああでマイケルもいたんだよね。そう、おったおったおった。25日だから、そうそうだ、ね、そう、僕もいて、そうそうそう、僕さ福岡公演2日間行ったんですよ。おお、さら行ったんだ。そうそうそうで1日目が、うん、2階席というかちょっとこう斜めになってる席のところで、はい、2日目がアリーナだった。おお、はい。でマイケルアリーナだったんで、これアリーナやった、うん、だからしかも僕は出島っていう、うん、出島、うん、そう、出島がでちょっとぷくって丸くなった、はい、まあ、ステージの、うん、まあ、横にいたんだけど、はいはい、マイケルはその出島の正面にいたんだよ、ね、正面、ほぼ正面におった。だから結構近かったんだよね。結構近かった、だいぶ結構近かったそう、だからそれもなんか入学した時に話して、うん、なんかちょっとエモくない？そういうエモいよね、あのライブ行ったんだそうで入学する前になんか出会っ、例えばすれ違ったりとかっていうのがあったかもしれないと思うとちょっとね、僕はエモーショナルな、ちょっと面白いよね、うん、なる、確かに、うん、それは面白いな、はい、あな、うん、フューチャーポップ好きだったな、うん、正面、まあ、正面でいい席あったってのもあるかもしれんけど、うん、いいね。僕はあの1日目はあの割と全体を 見れる、うんうん、ちょっと高さが2階席とかだから、うん、高さがあるところで全体俯瞰して見えて、うん、で2日目はもうステージに超近いところだったから、なんか2日間の視点を比べられたのはすごい良かった。ああ、うん、あ、そうだね、そう、あ、そうやな、同じライブ2つ行くのはめっちゃいいかもね、確かに、うん、よかった。俺もそれ1回やったことあって、それこそ Perfume のホールツ、うん、あのファンクラブツアー、ファンクラブツアーで、そう、幕張イベントホールだったやつの、え、幕張行ったの？幕張行ったよ。あ、そうなんだ。うん。あ、じゃあ幕張と福岡両方行ったってこと？うん、そういうこと。あ、そうなんだ。そう、幕張イベントホールで昼間公演と夜公演ってあったやつを両方行ったの。両方行ったの？両方行った。背取り全く同じだった。背取り全く同じだった。背取り全く同じだった。ああ、全く。ただ席は違って、昼公演はスタンドのもう本当に後ろの方で、全体を本当に俯瞰する感じで見て、夜公演は本当に前の方、スタンドの結構前の方で、もう本当にPerfumeがもう2区間で5列目ぐらいやったかな、前からやばで見たかな、は近かったな、本当にそう見て、そう、まあ、え、じゃあ3公演見てる、3公演行った、そうそう、Perfumeの PTA のファンクラブツアーは3公演行った。あ、そうだったんだ。そう、え、それってさ、うん、もう完全に、ま、その幕張行ったのも Perfume 目当てってこと？うん、そういうこと。なんか他の機会に合わせて行ったとかじゃなくて、もうライブのためだけに幕張に行ったって感じ。そう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 。あ、そうなんだ。そうです。熱狂的だね。確かに、なんであん、すごいね。あ、ちゃんとそのぐらいのなんか熱狂した気持ちを持ってるからすごいよね、マイケル。なんかな。あ、でもね、あ、ごめん。うわー。いや、これ正直に話すと。うん、でもどっちかというとライブを見たくて。実は2つイベントがあって、その時に、ごめん、その時東京でちょうどイベントも被っとったよ、実はちょっと別の用事も。いや、でもよかったね、ちょうどよくて。でもそう、ちょうどよかったよ、めちゃくちゃよくて、そう、そう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 、あ、そうだ、ちょうど被っとったけん、あ、これ幕張いけるいけるやん、ごめん、なんかさっきごめん、なんか1分前のなんかあの熱狂的なのごめん、ちょっとでっかいか
いやいやでもどうだろうな、僕はそのファンクラブツアーは応募してないんですよ、うん、なんで。そう、これもねちょっと僕ね、そのことについてもあとちょっと議論したいところがあって。あ、はい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 、どうしよう、一回なんか休憩挟む。一回いいよ、休憩挟んでじゃあちょっとトイレ休憩とかもしつつ、うんうんうん、ちょっと後でこのことを話したいと思います。はいはい、まあ、皆さんはその今聞いてる方はすぐ次の今ちょうど1時間だわ。だからまあ前編は一回ここで終わりにして、はい、ちょっと休憩してから、はい、第2部に入りたいと思います。はい、じゃあ一回閉じます。はい、せーの、クッチーのオールナイトニッポン。さあ始まりました、クッチーのオールナイトニッポン。今回のゲストはクリエイターの、現在大学院1年生で、クリエイター活動もされてらっしゃる、マイケルこと大塚祐介さんをゲストにお招きしております。それでは、呼んでみましょう、マイケルさん。はい、あ、こんにちははい、第2部ですねパーソナリティいたわだからなんかまあ僕はラジオをやりつつ、はい、全然なんかパーソナリティじゃなくてなんか僕ラジオ始めた時に友達に言われたんだけど、テンション低すぎっていうのをすごい言われて、ちょっと低いよねそれはね、俺もねずっと迷った、ちょっと聞きながら聞いた時になんかあれは別にテンション低いんじゃなくて、うん、なんかそういう、まあ、さっきのマイケルみたいなやつってザ・パーソナリティというか、うん、その空気を、うん、場を盛り上げる感じの話し方じゃん、うんうん、だね。でも、うん、僕は別にそっち側になりたいって思ってなくて、うん、落ち着いた人になりたいからこのテンションなんです。はい、うん、はい、いいのか本当にそれでいいのか。いやいい、だからなんだろうな、さっきもさ言ったけど、あ、ちょっと待って、充電がなくないと。僕、うん、さ尊敬してる人でさ、うん、まあ一人がみきこ先生、うん、みきこ先生で二人目が吉田ゆりさん、うんうんうん、って言ったと思うんだけど、うん、あの二人って普段の喋りがすごい落ち着いてるんだよ、うん、あー、でなんかそういう感じにすごい憧れを持ってるから、はい、それを真似してるかも。なるほど。いや、まあ、そういう仕様。怖っ。え、待って、え、今何、トイレの電気が消えた。え、何、トイレ、違うよね、俺消したの。換気扇が消えた。怖っ。あのちょっと この話今ここで挟むって感じだけど、うん、僕の部屋のやつは換気扇と電気が一体型だから、うん、あの電気を明かりを消しても、うん、換気扇はしばらく回り続けるんですよ、うんうんうん、で一定時間経ったらパチって切れるやつなんで怖かったあ、そういう仕様ですね。よからぬものがおると思ったやん、もう、はい、そういう仕様ですね、はい、よかったよかったよかったで何の話だったっけ、で何だっけ、俺が落ち着いた話を何でしてるかみたいな。あ、そう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 、だから、まあ、これ別にテンション低いっていうかは、うん、まあ落ち着けて話してるという感じなので。え、なんか普段のさ僕の喋り方とちょっと違う。いや別に、いや普段のマサハルだと思う、ね、自然体で普段の感じで、うん、はい、お届けしています、うん、クッチレイディオ今回はクリエイターの大塚祐介さん、マイケルさんをお招きしています。はい、はい、よろしくお願いします。いや、待って、逆に俺どういうテンションで行った方がいいかな。普通のテンションでいいのか。あ、もう普通でいいです。普通の。はい、どうも皆さんこんにちは。クリエイターのお前キロです。全然いいよね、別に。あれなんかあの聞いたところによると、うん、マイケル様、うん、なんかそういうちょっと MC みたいな仕事をしてたことがあるんですよね。うん、え？あのバイトで。ああ、はいはいはい。なんだっけ、あのラウンドワン、ラウンドワンのボーリング部門で、あのムーンライトストライクゲームのあれをMC をあの案内をやっとったね。それどんな感じでやるんですか、ちょっと聞かせてもらってもいいですか。あのムーンライトストライクね、ちょっと待ってね。え、なんかお客さんがいて、そのボール投げたら何ピン倒れましたって言うってこと。そうそう、簡単に言うとそんな感じちょっと待って、ちょっと待って、あのね、3年ぐらい前の話だけん、ちょっと、あ、そうなんだ、ちょっとあの、
ちょっとセリフググらす、ちょっとセリフ。セリフ。セリフもね、ちょっとね。そう。そうだからね、さっきあの、なんだろう、ジングル、そういうジングルみたいな。ジングル？いや、なんか、パーソナリティっぽい。はい。の、く、パーソナリティ風で喋ってもらったと思うんですけど。うん。だからなんか、なんだ雰囲気出てるじゃないですか。ありがとうございます。それは、まあ、なんだろう、まあ、本人がそういうのに向いてるのかもしれないし、うん、過去にそういうバイトもされてたということで。多分ね、向いてはおると思う。いや、向いてると思うよ。そう。うん、すごいいいと思う。なんか面白そう。USJ とかいそう。ジョーズとかめっちゃ好きやもん。ジョーズ。いやね、リアルジョーズの、あの、YouTube に上がっと、あの、アトラクションの動画とか見るもん。あ、そうなんだ。こんにちは皆様、ハーバー、そうなんかアミティハーバーツアーようこそみたいな感じのめっちゃ好きやもん、俺やりたいもんあれ、うん、俺夢はアヒルボートで一旦まずあれでやって、アヒルボートでジョーズをやって、あの動画をバズらせることがまず目標。明日にでもできそうです。確かに。ぜひや、ぜひやってください。明日じゃあ行こう。よし、明日大堀公園行こうじゃ。あ、大堀公園。明日大堀公園一緒に行ってから、明日アヒルボートでちょっとやろう。あ、俺が乗るんですか、それ。乗って撮影して、俺が、皆様ようこそ、アミティハーバーツアーようこそ、1970ですね。ここ、アミティに巨大な朝寝が現れて、人々をたくさんたくさん食べ、な、みたいな。ちょっとセリフちゃんと覚えてないけど、ちょっとあれだ、セリフ覚えないかんね、その前に。で、はい、まあそうことした間に、じゃあもうこの話もいいかな、もういいかな。今ちょっとあのラウンド1のやつセリフ開いてたと思うんですけど、うん、あのまあ大体こういう人、こういうことができる人ですっていうのを今、うん、多分全員分かってくれたんで、うん、もうその話題いいかな、うん、もういいかな俺、うん、あの落ち着いて話します。はいはい、っていう話題だったっけ。で、いや別に、いや、まあ落ち着いて話すっていうことで、はい、落ち着いて話します。その第一部の終わり、どんな話してたか忘れちゃう。あれよ、あの Perfume の、 あのファンクラブの、ファンクラブの PTA ツアーに参加した俺と参加しなかった正春。ああ、そうで、ちゃんとそういう理由があるんですよっていう。そう、はい、僕は、うん、まあ、Perfume がすごい好きなんですけど、うん、でもファンクラブツアーに関しては全く行こうって思わなくて、うん、なんでかっていうと、はい、絶対にテクノロジーを駆使した演出をやらないって分かってたからなんですよ。うん、ほう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 。僕はやっぱりなんだろうな、Perfumeは好きなんだけど、うん、やっぱライブ演出を楽しみにしてるところがすごい大きくて、はいはい、だからそれがすごい謎なんだよね。あ、だから Perfumeも好きだったら別にPerfumeに会えるだけで嬉しいじゃんって思うと思うんだけど、うん、まあ確かにそれはそうなんだけど、うん、なんかファンクラブツアーに関しては絶対テクノロジー的なやつはやらないなと思ったから、うんうんうん、なんか全く行こうっていう気になれなくて、まあ、そもそも島根っていう場所にいたから、うんうん、なかなか行きにくいっていうのはあるけど、まあまあ、それは絶対あると思うんだけど、うん、うん、っていうところがあるから、なんかね、ファンって全部のツアー行こうとすると思うんだけど、なんかたまにちょっとドライなところがあるんですよね、個人的に。はあ、うん、だからそれがちょっとすごい謎で、だから Perfume はすごい好きだけど、うん、別になんだろうな、全部のラジオとか、うん、例えばパフュームが出てる記事雑誌とかを追ってるわけでもないし、え、あ、そうなんや。いや、あのね、全部を追ってるわけではない。あのパフュームが表紙だった雑誌は買うんだけど、うん、そんな買うって。表紙じゃなかったら買わないとか、記事すら読まないとかもざらにあるし、はいはいはい、だからすごいパフュームについて物知りだし好きって言ってるけど、うん、結構ドライなところがある。ねえ、なんか意外だね。そうだからそれが自分でもすごい意外で、うん、じゃあなんだろう、中田ヤスタカさんのだから Perfume の曲が好きだから、うん、って思うのも別にそうではなくて、はいはいはい、まあ Perfume は中田ヤスタカさんっていう方が楽曲提供してるんだけど、うんうん、うち中田ヤスタカさんが個人で作ってる楽曲とか全然聴かないし。おお、そうなんね。うん、カプセルとか聴くけん、そう思いやった。カプセルはまあ
新曲が最近ね、光のディスコっていうのが出たんですけど、うん、あれはなんとなく聞いただけで、あ、そうなん、もともとカプセルがめっちゃ好きだから聞いたっていう感じでもないんですよ。あ、そう、カプセルの曲全然知らないんですよ。あ、そうだ。だけど Perfume の中田泰坂さんが提供する Perfume の曲は聞くし、うん、逆にキャリーの曲はあんまり聞かないとか、あ、はい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 、のがあるのがすごい、なんかだから中田泰坂さんがめっちゃ好きっていうわけでもないんだろうなって思う、うん、しかもで振り付け今度 見るじゃないですか。そう、振り付け、はい、振り付けみきこ先生がずっとやってると思うんですけど、ね、まあ、Perfume じゃなくてベビーメタとか、うん、なんか他のアーティストもいろいろ振り付けてはいるけど、うんうん、別にベビーメタを追いかけてないし、全く確かにPerfumeの振り付けしか興味ないみたいなところがあるから、はいはいはい、確かに。だから本当になんかそういうのがすごい不思議で、ライズモもそうで、ライズモも他のアーティストにやってるライズモのこととかあんまり意味ないし、あ、そっか、なんかすごいそれが不思議なんだよね、自分の中で、あ、そっか、好きなんだけど本当にある特定の条件下でしか見ないみたいな、なんか、ね、ところあるから、確かに。え、じゃあミキコも、じゃあミキコ先生もさか、俺ミキコ先生もじゃああれな、え、もうパフューム関連しか、あ、でもオリンピックは知ってる、まあオリンピックは知ってる、でもパフュームともオリンピックしかもうほぼほぼじゃ見てないみたいな感じ、ミキコ先生に関しては。あとはイレブンプレイ、ああイレブンプレイか、うん、いやでもミキコ先生へのリスペクトももちろんあるし、先生の作品は全部めちゃめちゃ好きだから、うん、追ってはいるんだけど、なんかベビーメタとかには全く追ってないから、何なんだろうっていう、ちょっとねそこのなんか関係性みたいなのがすごい自分でも不思議なんだよね、うん、なんかこの時はめっちゃ追いかける、うん、めっちゃ見たり調べたりする、でもこういう条件下ではしないみたいなのがすごいある、いやね、ホールツアー行かないのも、あ、そう、うん、ホールツアーも全然行かなかったね、うん、興味持たなかったですね、はあ、うん、そっか、それはちょっとだから Perfume は好きだけど、ただ Perfume が普通に楽曲歌うだけには興味がないみたいな、なんだろうな、いやいやいや、まあまあまあ、ところがあったりするから、そっか、なんかちょっとそれはどう思う、いや別にいいんじゃないですか、それで例えばなんか共感するところとかある、ああ共感か、いや理解はできるけど共感はしてないかな。なんかどう、アーティストを追いかけるときとかってどんな感じで、俺、うん、俺はいや、アーティストを追いかけてるときは、うん、そうだね、うん、好きになったら本当何でも好きになるけんね、その人に関しては多分、うん、Perfume 好きやったら結構 Perfume めっちゃ一時期追いかけるし、うん、でも、うん、何でも行きたいなって思うね、ライブであればもう何でも行きたい、行きたいね、うんうん、いや、やっぱライブ見れるんやったら行きたいなって思うね。でそこは別になんかテクノロジーに別に依存はしてない、別に Perfume じゃなくても別に、うん、そうなんだ、全然俺他のライブ行くし、うん、まあそうだよね、そもそもライブが好きやし、なんかテクノロジーに特化したライブが好きじゃないもんね、別にライブはもう何でも好きやけん俺も、うん、だよね、そうだ、そこはまたちょっと僕とも違うところで、そう、僕はライブはあんまり好き、でもなんだろう、よくわからないんだけど、うん、うん、別に Perfume 以外のライブ行かないし、そうだね、うん、なんか Perfume の例えばだけど、アーティストが一人でギターを持って、うん、ソロで舞台の中央に立って、うん、弾き語りしてるっていうのも、うん、はあんまり興味がそそれられんというか本当にだから演出を楽しみに行ってるんだと思う。ああね、うん、そっか、やっけん本当になんかそういうテクノロジー特化というかな、そういう演出バチバチなライブが好きみたいな感じなんか、だから演出ありき、振り付けありき、テクノロジーありき、パヒムさんにありきみたいな、あ、いろんな条件があるんだろうなって、はい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 、なんか考えてて、はい、うん、なるほど、だからなんかちょっと不思議、自分でも不思議な部分、うん、ちょっと不思議だねそれは、うん、意外だな、うん、ところがあります。うん、なんかわかんないけど、もしちょっと聞いてる人でめちゃめちゃ Perfume ファンの人は共感するか
えーって思うのがちょっと反応をいただけたらと思います。多分いろいろあるやろうねそこは、うん、多分、うん、まあ楽しみ方は別に人それぞれやけん、ひたすらに Perfume を見たいっていう人もいるだろうし、うん、全然おるやろうし、うん、むしろあのバチバチの演出があんまり好きじゃないっていう人もおるしね。いるいるいる、そうだね。 Perfume が毎回そういうのをやるために、うん、私はパフュームの3人を見たいんだ、うん、そう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 、演出を見たい、演出っていうかなんかテクノロジーを見たいんじゃない、別にライズマンとこのコラボが見たいわけじゃないみたいな、そうそうことを言ったりする人もいるしね。うん、あるもんね、本当にいろんな人で、いろんな人が多いけどね。僕はどっちかというと本当に、まあ、両方見たいけどテクノロジーありきで見たいって思っちゃう、うん、はい、ということでですね、うん、あれもいいのかなこの話まあ一回ちょっといっぱいパフュームの話したんで、この、うん、ちょっとマイケルさんのマイケルさんの話、マイケルさんの話、うん、はい、まあなんかいろいろこれまで映像とか、うん、照明とかってやってきてると思うんですけど、はい、なんか照明、例えば照明演出する時のこだわりってありますか？照明映像こだわるところはなんだろう、大体3つかな。お、大体3つあって、1個が音を取ることと、うん、音ハメかな、はい、音ハメを取るのと、はい、2つ目は完コピ、あの参考に、参考のライブを絶対持ってくる、うん、参考のライブ映像を持ってきたりとか、コピーでやったら、うん、あの絶対そのアーティストのライブの照明は絶対見るよね、うん、で3つ目が緩急かな、うん、はむちゃくちゃ意識するかな。大体その3点ぐらいを守ってやってるかな。まあ一つ目の音ハメっていうのはまあ皆さんわかると思うんですけど、まあしっかり音のピタッと止まるとこはピタッと止めてとか、うん、なんか例えばすごい音がなんだろうな、すごいドラムがダラララってなったりするときはストロボで焚いたりとか、うんうん、ストロボ焚くっていうんだっけ、ストロボとか、まあストロボ、まあ、バチバチバチって、ね、バチバチって光らせたりとかっていう感じ、なんか音と光の感じを連動させるみたいな。そうそうそう、イフイバナとか一番いい例かな。うん、そうだね。そう、イフイバナラドゥ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 とかのその音は絶対取るね。っていうのがまあ一つ目の音ハメで、二つ目の、な、二つ目なんて言ったっけ、二つ目は、あ、参考にする映像。それって、うん、その照明の光り方のパターンとかを結構参考にするってこと？めっちゃ参考にする。あ、そうなんだ。実は結構完コピが多い。へえ。でも結構そのまあその実際のアーティストのライブと、うん、その学生ライブでやる時の照明の配置とか数とかって全然違うじゃん。あ、うん、違うね。そういう場合はどうする？はそれでも寄せる。どうやって、なるべくそこに近づけるようにはめっちゃ意識する。色とかは絶対揃えるし、光り方がなんか、なんだろう、照明の数は違っても大体パターンって決まっとって、うん、なんかバチ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 ってなんかすごくなんか光る場合と、ね、ゆったり光らせる場合と、うん、光らせてもあのパッてずっと光ってる、固定でずっと光ってるものとかでみたいな感じで、なんかいろいろ照明パターンが、柔らかい照明とか何も動かない照明とか、おとなしい照明とか、うん、激しい照明とかあるけん、そういう雰囲気は読み取るかな。だけんなんかへえ、そうだったんだ。そうだけん、パチ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 ってなんか本家がやった時はこっちもこっちの既存の照明でパチパチパチって大体させるし、そう、それは、うん、何なんだろう、そのやっぱライブで照明やってる人へのリスペクトがあるのかな、それとも単にその照明がかっこいいから、うん、かっこいい、うん、別にリスペクト、うん、まあまあリスペクト意識して、例えばまあなんだろうなライブっていう環境は一緒じゃん、うん、一緒だからその本家と同じようにやってあげよう、ああ、そのライブっていうのに合わせて照明の動きも本家と合わせようみたいな意識でやるのか、うんうん、単にそのこの動きかっこいいな、これ真似してみようっていう感じでやるのか、あ、なんだろう、一、あ、
結論それが一番映えるって思ったけ、はいはい、その手段を選んどく。なるほどね。だったらそう俺 その学校である学校であるバンドさんバンドの人が一番輝くかなって思った時にやっぱ本家が一番お手本やし、うん、まあ、あれが一個のお手本やけもう本当にあれ通りにやれば大体うまくいくっていうのがもうあるけんさ、うん、大体そうかな。であればやっぱあれをまずコピーするのが早いよねって、うん、で自分なりにあれにするのはそっからかなみたいな。なるほど。そうたまに本家と違うこともするけどまあでも大体なんかいい感じに本家がなんか音ハメとかいい感じにお手本してくれとおけん、うん、そう結局そうなるかな。まああともともと引き出しがあまり多くはないけん、あやっぱなんかいろんなライブ見てそこで引き出し増やすのあるかな。うんかな。そうなんだね。うん、そこからだんだんなんか分かってくるね。あこういうゆったりした曲はこういう照明がいいなとかこういうなんかバチバチぶち上がり曲はこういう照明がいいなみたいな感じのことは大体なんか分かってくるかな、うん、経験でもうそれでやっていけばかな。うんかな。最近はさ、うん、あんまりもうそのサークルも引退してさ、うん、1年以上経ってるのかな、うん、忘れたりしない？もう今は照明を触る機会はある？ない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 。照明触らんね。じゃあちょっと感覚も鈍ってそうだね。どうだろう。どうなんだろう。いやー分からん。まあ、いやでも使い方は別にそんなソフト自体が複雑なわけではないから、うん、そんなことないか。ないないな。ちょっとソフトであ久しぶりだなみたいな感じではなると思うけど、ただ見せ方は変わらんと思う、うん、なんかライブ映像とかはなんかめちゃくちゃこの1年間とかでもなんかいろんな配信ライブとか見てきたけん、うん、なんか全然あこういう照明演出いいなみたいな感じの引き出しとかは増えとうし、どういう照明が映えるかっていうのは大体なんか自分の中で経験則で分かってきておけん、うん、それは盗まそれが消えることはないけん、別に明日照明やってって言われてもちょっと操作が懐かしいなって懐かしいなって思うだけで、うん、多分作れるとは思う。なるほど。その、うん、まあ学生ライブの時の、うん、まあその照明サークルと、うん、あと学祭の時の、うん、学祭で学生ライブをやる時のサークルで、うん、照明頭をやってたと思うんですけど、うんうん、なんかそれも同じ学生ライブの時と一緒で元々の楽曲の、うん、ライブ映像とかを参考に。まあ、うん、そうだね。ああそうなんだ。あ一緒やね。もうそれはそうそうそう、大体本家から持ってくるね。でもやっぱりなんだろうな、普通の学生ライブの時と違ってやっぱ規模はでかくなる。照明とかの数とか、うん、ああでかい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 もう恐ろしいね。だってレンタルしてんの？レンタルやっぱ追加で、うん、そうそう、照明のレンタル会社から機材借用して使っとね、うん、あそうなんだ。結構どう、それは大変だな。数多くなると制御って大変だと思うけど、もうね大変あのね、数の暴力は結構ね大変、うん、やっぱ思ったりする。逆になんかそうだね、そもそもあんな多くする必要があるのかって思ったりもするかな。あでもいるんか、なんかステージの規模によって照明の大きさ、照明の数って変わると思っとって、うん、普段の軽音ライブとかであれば全然なんか照明ってそんな多くなくていいけど、うん、学祭ってなるとちょっとステージがどでかいけんさ、うん、やっぱその分照明が比例して必要になってくるよねっていう、ってなったらその分制御する数も多くなるけん、あのすごく何オペレーションするの大変だよねっていう感じかになるな。やけんそう、機材多いとちょっと照明の量が多いと大変でもどう、あのその数が多い、普段より多いからこそ燃えてくるみたいなところある、うん、ねあいや当然燃えるよ。やけんこんだけなんかこんだけたくさんの照明を制御できる機会なんてないけんみたいな、うん、ただでもやっとうことは変わらん普段と、うん、実際
見せ方、ここパチパチさせようとか、ここはしっかり音ハメでピタって止めようとか、なんかそういうのは考えは一緒だね、全く。ただ数が多いだけみたいな。あ、なるほど。実際そう、うん、かな。別に機材が多いけんって特別な演出ができるとは思ってないかな。へえ。あんまりそうだね、うん、普段と見せ方はぶっちゃけ変わってない。やっぱり僕は照明のそのサークルに入ってから、うん、その入ったことで普段のライブで照明を意識するようになったんだよね、うん、はいはいはい。それまでやっぱ映像とか演出そのものに目が行きがちで、うん、照明は全く見てなかったんだよ、うん、それまで、はいはい。でも自分がその照明を触ることによって、はい、もうそこの光らせ方めちゃめちゃうるさい、うん、めちゃバイクうるさいまあまあまあ、そこの照明に目が行くようになったの結構なんか大きく変わったなって思って、うんうん、おめでとう、うんうん、なんかまあそれが良くも悪くもって感じだけどいやいやいや、いいね、職業病、職業病みたいな感じのをちょっと感じた。いや面白いよ、うん、あるもん、変わるもん。なんかクリスマスとかさ、なんかいろいろ木とかにさ照明とか、なんかなんだよく公園とかがさイルミネーション染まったりするやん、うん、あの時の照明とかも見たりするもんね、うん、うわー、あそこ、あ、ここにここに当ててんだとか、なんか、あ、うわいいなこの灯台みたいな感じで、うん、めっちゃ見るし、ライブの時は絶対見るし、うん、うん、Mステが面白くなるもんね。はあ。Mステと同じアーティストの同じ楽曲の Mステとカウントダウン TV の、 あのライブの照明とか比較したらめちゃくちゃ面白かったりするし、全然違う。あえて曲は違う。曲ってテレビ局とは違うと思うし、多分オペレーションしてる人も多分違うと思う。違うからこそ出てくる違い。違う。うん、ああ、なんか全然色のなんか照明の、うん、なんか見せ方違うなみたいな、うん、思ったりする。それ違いがあったりして面白かったりするかな。なるほど。うん。じゃあ、あのちょっと話を戻して、はい、さっき学生ライブで照明やってたって言ったんですけど、その時に映像って作ってたの？あ、作ってました。だから照明で頭っていう役割を担いながらも映像も作るっていう、うん、あ、そうです、はい、そうです。頭やりつつそっちも兼任してました。それはどう、その出来としては個人的にどうだった？いやー、よかった。あ、いい映像できたって感じ。いい映像はね、できたよ。おお、できたできたできたと思ってる、結論、うん、いやでもそれすごいね、自分でそうやって言えるっていうのかな。うん、それはどういうなんか曲に対しての映像だったんですか？ああ、もう曲名言っていいのかな、じゃあ。どういう曲っていうか。ああ、言っていいよ。まあ、あれよ、あの、バンプのレイ。っていう曲？レイ、うん、そう。の映像。の映像。図書名両方やった。あ、そうなの？両方やった。へえ、一つの曲に対して。そう、一つの曲に対して。すごいね、もう丸ごと演出したって感じだね。そう。それは僕ちょっと存じ上げないんですけど、はい、しっとり系の曲。しっとり系だね、うん、実はで、ちょっとしっとりした映像で、そうしっとりなんかな。まあそう、なんか流れ星って感じ、流星のなんか流星の曲まあ、ね、レイだからそう。なるほど。なんかそう、ちょっとしっとり系な感じ。まあね、しっとり系だな多分。で、映像と照明両方やらせてもらって、まあ照明はさっきね3つ意識してることあるって言ったと思うんですけど、うん、なんか映像はいや、これもそうだよね、やっぱでも多分ほぼほぼ変わらんわ、照明と意識しておくことは。確かに音ハメ、うん、で元の映像を参考に、うん、で3つ目が緩急、うん、確かに方向変わらん、重要なことだよね、うん、両方にとって、うん、うん、かな、うん、変わらんわ。参考、うん、そうや、参考映像とか本件から撮るし PV からも撮るし、うん、そうだね、大体やっぱ
本家はサラミを最高にやっぱ作るのがやっぱいいのかな、うんうん、学生ライブにおいてはね、うん、これがまだ01であの全く新しい楽曲のオリジナル楽曲とかを言われたらまた話は変わってくるかもね。オリジナル楽曲とかやったことある？あるよ。おお。あるある。学生あのそれは普通の学生ライブの時はやっぱオリジナルバンドで出ることもあるから。うん、ある。その学祭の時はあるオリジナルバンド？いやないないない。それはない。それはない。基本的にはコピー版か。コピー版。じゃあその全くそのオリジナルバンドで出てきた曲に対してはどんな感じで照明と。まあ、今までのなんか今までたくさん実践してきた感じのを踏まえて、うん、やっぱ曲のイメージから音楽を作る音楽じゃないや照明、うん、演唱としていくって感じ、うん、もうそうだね。なんかもう経験でなんかこうこのパターンが来たらこうするぐらい決まっとるよ、うん、もうなんかもうほぼほぼ、うん、なんかアップテンポな曲だったら照明はなんかパチ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 あちこちで光らせる、うん、しっとり系だったらなんかじわーっとなんか色が変わる照明をつけるとか、うん、なんかがね、なんかすごい感動的なやつだったらなんかなるべく照明はもうなんかつけただけでつけるだけでなんか下手に動かしたりせずにもうつけっぱなだけ、うん、下手に動かさずにみたいな感じのとかをっていうパターン分けが大体できてくるよ、もうなんか経験上、うんうん、もうそれに当てはめとって感じかな、はあ、簡単に言っちゃうとかな。オリジナル楽曲お願いしますって言われました、しっとり系だった、あじゃあじわーっと変わる照明にしようみたいな、こんな感じかな。そう大体自分の中でそういう風になんかこう来たらこうするこう来たらこうするみたいな感じのパターンができてくる、うん、もうだからなんだろうな、自分が決めたその3つのポイントに忠実に、うん、演出を考えていくっていう感じだよね、うん、かなだね、うん、そうだな、うん、ですね。確かになんかまあ三木子先生も言ってたんだけど、なんか普段自分が持ってる型みたいなのをあえて変えようとすると失敗する時とかってあるからなんか三木子先生はしっかりその振り付けでその曲の世界観が表現できているかっていうのを、うん、めちゃめちゃ重視してるって言ってたんだけど、もうそこからは絶対外さない、どの曲に対してもっていうのを言ってたから、もうマイケルも同じような感じだよね、うん、3つの、あ絶対それはそうやね、うん、自己をずらさないっていうのはなんだろう、その楽曲を輝かせるためのいい、うん、いいというか輝かせるためのなんかもう型だよね、うんっていうのが出来上がってる。そうそう。いやそう絶対型そうやね。もう本当にそう目的はその演者を変えさせることやけん。目的は。うん。俺の照明を見ろじゃないの。なるほど。絶対そこおなりになっちゃいかんくて。うん、そう。あくまで曲に対していかに曲を曲の良さを演者を倍させる照明ができるかっていうのが一番大事なところであって。おう。そう。別にミキコさんも絶対思う、多分そう、なんか私ちょっとこういう振り付けをなんか今回取り入れたいからってやってるってはないと思うね。なんかミキコさんがやりたいことやってるじゃなくて、きっと曲に合わせて曲に対してじゃあこういう振り付けがいいから多分じゃあ今回はこういう振り付けを入れてみようみたいな感じで絶対選んどやろうし、そうだね、ミキコ先生はあの曲を広げてみせるとか、そうその振りで演者を輝かせるとかっていうところにしか意識がないから、うん、意識がないとかそこを忠実に守るようにしてるから、うんうん、そうですね、そうですね、おっしゃる通りだと思います、はい、ですね、うん、ってなったら照明も映像とも多分そういう裏方系は多分大体そういうあると思う、なんかロジックというかね、曲、まあ、うん、簡単に言うと曲に合わせて作るっていう、うん、自分よがりではなくて、うん、その演者優先、演者第一って、そうそう、なるほど、実際難しいよね。でもまあね、僕もすごい難しかった、実際難しい、いや思う、あのね、照明とかがね、なんかあの結構うまくできたりし始めると、あのあ次こういう照明やってみたいとか、ここバチバチさせてやりたいなとかちょっと見せてやりたいなとかって思ったりするんよね、うん、でもそうなるとね、自分よがりの照明になってから全然映えんだよね、うん、とか、あ
と緩急がないって言われるよね。そうなるとずっとバチバチしてるだけじゃんみたいな、お前その照明でただバチバチさせたいだけやろみたいな、うん、こんななんかひどい言い方せんやろ、こんなひどい言い方せんけど、うん、そう、okay、いかにそこをなんか自分を押し殺すって言ったらなんか悲しい言い方なのかもしれんけど、まあなんか第一優先にはまずその曲を良くする、いい演出、演者を映えさせることやけん、はい、そこに集約されるかな、なんか大事なことを教えられたようなですね、こんなまとめ方なんか、かな、うん、なるほど、かな、自己満で終わらないように、はい、かな、僕も心に留めたいと思います。いや、はい、僕もそれはちょっと今一度思いますね。これって普通にあれだよね、あのライブに限らず歩いて歩いてるところで言えるしね、うん、なんか普通に会社の営業とかも絶対そうだと思うし、社会人のなんか営業とかなんかなんだろう、インカのこういう話して、うん、インカのこういう話わからん、なんかまだ別の話にちょっと飛ぶけど、インカのいいよ、インカのなんか会社の営業でさ、なんかお客さんなんか相手先方にさ、なんか提案とかするときあると思うんですけど、うん、なんかこういうサービスどうですかみたいな感じで、うん、なんか自分がしたいサービスをなんか相手に押し付けるのは絶対だ、絶対なんかどうなんだ、それは売れるのかなと思ってて、うん、そう、なんかまず第一になんか相手が一番どうやったら幸せになるかっていうのをまず考え、幸せになるっていうか何、いい気持ちになる、うん、クライアントが満足することをまず考えないといけないよなみたいな、うん、でそれをしっかりヒアリングした上で、じゃあこういうのはどうですかみたいな感じで、本当に相手が一番何喜ぶ選択肢を見つけてあげるのが営業の仕事であって、うん、なんかあくまで俺この商品めちゃくちゃいいって思っとっちゃうねみたいな、え、これ絶対相手も絶対好きやけん、これどうしても売りたいんだよねみたいな感じで、この商品どうですかみたいな感じで売るのは完全自分よがりだよねって、うん、みたいな。でもなんかそういう営業の時とか仕事だったら、うん、まあ、そのヒアリングとかで相手の意見を聞くっていうのは大事だけど、うん、なんか照明とかって演者にわざわざ聞かないじゃん、うん、あ、俺聞く、あ、聞くんだ、うん、え、なんかこういうなんか雰囲気の演出にしたいんですって言うの、あ、言うね俺、結構ね、あの、まあまあ、あの毎回毎回聞くわけじゃないけど、迷ったりした時は聞くね、うん、こここういうね、ここのさ、このサビの部分さ、こういう照明、この A と B の照明があるっちゃけどさ、どっちの方がいいと思うみたいな感じで聞くね。ああ、そうなんだ。うん。へ、聞く聞く。だったら、あれ、それだったらちょっとこっちの方、だったらそう、このアップテンポの曲やったら、じゃあ A の方がいいかなって言ってくれたりするけど、じゃあ A で行こうかみたいな感じ。ああ、そうなんだね。うん。結構演者とコミュニケーションは取る。うん、じゃあもう本当に演者の望むような。うん。演者がいいと思うようなものを探ってるっていうことなんだね。そうだね、うん、それは知らなかった、うん、もうすっかりなんかそういうのはもう自分のイメージでやるのかなと思ってたから。いやいやいや、逆に演者と違うことする、演者の考えと違うことの方が良かったらそっちを提案もするよ。演者がもしもここ、こういう照明にしてほしいねって言われたら、あ、いや、それはさ、それもいいと思うけど、ちょっと俺今一個考えたことがあって、これとかってどうですかみたいな感じで逆に提案とかしたりする。で、それでも気に、それでも違ったら、あ、じゃあ、そう、それでも演者が気に食わなかったらまあそっちにするけど、なんかそこはそうなんだね、うん、この、まあ実際そこまでちゃんとやる人あんま多くないけど、あくまでうちの学祭、学内のその照明のサークルだとね、うん、実際なんかそこまでやるべきかって思う人もあんまりいないんじゃないかなって思ったり、あんまり、そうよね、多分おらんと思う、うん、あんまり。だけどまあマイケルさんはなんかやっぱりそこの演者ありきっていうのをちゃんと分かってるなっていうのを感じるね、この、うん、あ、同級生と、あ、あと軽音の人とちょっと喋りやすかったっていうのもあるかもしれんけどね。まあ確かにそれもあるかもしれない。正直そこそこなんかいいよね、そういうのって関わりがそう、聞きやすい、うん、聞きやすい人が多かったっけ、うん、俺の場合はそう、まあ結構どう思うって気軽に聞け
く関係性だったのがまあちょっと良かったなって、はい、かな。いやもうマイケルさんのなんだろう、裏で輝か、うん、裏で輝かせるというかな、うん、その演者を輝かせる側の考えを聞けたっていうのはすごい良かったです、うん、ありがとうございますなんか今すごいパーソナリティ感あるけど、うん、なんかこれのさラジオってさ、はい、どっちかというとなんかそのアーティストとかクリエイターの人に聞いてほしくて、うん、あもう聞なんかにも聞いてくれたらいいなと思ってるから、ほうほうほう、なんかそういうなんか自分たちが喋ってる考えを他の誰かが参考にしてくれたらいいなと思って、うん、あ確かにあのこれを聞いてる方もなんかそういうのを参考にしてもらえたらなと、これが参考になればはい思います、はい思います。じゃあということでですね、はい、まあクリエイターについての話は一旦こんなもんで、うん、したいなと思うんだけど、はい、最後1テーマだけ話したいことがあって、お、はいはいはい、もう全然今までの話関係ないですよ、関係ないね、関係ないんですけど、関係ない話、はい、あのマイケルさんは今すごいサウナにハマってるじゃないですか。はい、サウナハマってますね。サウナ、はい、はいはい、あの実はね、うん、この収録してる今日も、はい、2人で一緒に温泉行って、うん、銭湯に行って、うん、サウナで整ってみたいなことをやってるんだけど、うんうん、なんかマイケルはそれが熱狂的じゃん、サウナの魅力に取りつかれてるかっていうか、うん、まあね、はい、え、なんかその魅力みたいなのえなんか普段どんな風に、サウナってそもそも何というかどういうメリットがあるんだろうそういうの分かんない。いやいや、メリットは、うん、いや、あげればたくさんあるけど、でもなんかじゃあメリットっていうか、あのこだわりは、サウナの入る時のこだわりを、こだわり聞いてみたい。こだわり、きちんと整うこと。整うってなんか言ってしまったの、うん、ああ整う、なんだろう、整うってどういう状態なの、あんまり分かってないんだけど、整うはあの、まあ、簡単に言うとむちゃくちゃ気持ちいいって状態のこと、うん、なんかサウナから上がって なんだろう、なんかちょっと鬱憤が晴れるみたいな、そうそう、なんか頭の中がふわーってなるよ、なんかなるね、そうストレス解消、僕もなんかすごいそれを感じます、そう頭の中スーッとなって、なんかすごいなんかふわふわした高揚感に包まれてから、なんか体がふーってこう力が抜けてから、うん、なんか地球と一体化してるというか、なんか私ここにいるっていう、生きてるっていうのを感じることができる瞬間というかそう、なんかそういう何気持ちいい瞬間がある、うん、それをきちんと感じることがこだわりっていうか、まあもうそれがサウナの目的よね、うん、なんかじゃあ普段こういうことを意識してこういうルーティーンでサウナ活用してますってある、あると思うんだけど、はい、あ、大体なんか頑張った日の夜に頑張った自分にご褒美でやるときはよくあるね、うん、なんかもう今日頑張ったからサウナ行こうみたいな、なんか、うん、そうだね、きつい時とかはもうきつい仕事してやっと時とかはもうこれ終わったサウナ行こうみたいな感じで、うん、なんか頑張ったりとか、なんかムカつくことがあったりしたらあのサウナ行こうみたいな感じでなんか行って、うん、なんかちょっとストレス解消というか、うん、そう、死闘ね、もうあれだもんね、なんか何個かの温泉の回数券持ってるんだもんね、あ、持ってる服の、ね、服のとテンパイの外は持ってる回数券なかなかおらんよね、そういう人、まあ、おるか、通な人はいるの、いや、おるよ、下校にも一部おるけど、まあ、そうなんだ、あんまり表に出てないね。え、なんかそのどういう入り方をするの、はい、サウナ、まあ、温泉でもいいけど、はいはい、サウナはどういう入り方、うん、じゃあ普段のルーティンをちょっと言えばいいのか、あ、そう結論先に言っちゃうと、ざっくり、暑いサウナ10分、水風呂2分、外気浴10分のルーティンをずっとこなすのを3セット
こなしてます。っていうのを絶対銭湯に行ったらやるとやる、うん、かな。そうでさ、まあでも時間に関しては別に厳密なものなくて、サウナはもう暑いなってきついな、うん、もうこれ以上入れんなって思ったら出る、うん、で水風呂もあちょっと結構冷えてきたなって思ったらもう出る、はい、で外気浴はもうあもう自分気持ちいいなっていうのを感じて、それがもうだんだん冷めてきたらもうスッてもう終わるみたいな感じ、やめるっていう感じで、そうっていう感じのルーティンで、で大体それがたまたま大体10分2分10分ぐらいの間隔でなってるなっていう感じかな。なんかあれだっけ、なんか資格取ったんだっけ、あサウナスパ健康アドバイザーの資格はい、1ヶ月ほど前にサウナスパ、コラボサウナスパの何ん、サウナスパ何ん、健康アドバイザーなるほど、サウナスパ健康アドバイザーです。あだからもうそういうことは、うん、なんだサウナに関することは、うん、もうマイケルさんに聞いたらいいってことですね、うん、な9があるの、まあ、僕でよければ、はい、ん9があるの、いやあ、2つ等級があって、サウナスパ健康アドバイザーは結構しょ、まあ、割と基本的な感じ、うん、基本的な、そう温泉の入り方とかサウナの、まあ、ちょっとした入りサウナの効果とかであって、でその上にサウナスパ健康プロフェッショナルってやつがあって、 それがもう1段階上のちょっとその2段階かな。そうそれのまず基本の方を取られたということで、取られた、はい、取りましたそれなんで取ろうと思ったんですか。なんか面白そうと思ったけど、もうそれは、まあ、5,000円ぐらいで取れるっちゃけど、うん、受けてね 5,000円ぐらいで受けれるけん、なんかせっかく、まあ、好きやけんちょっと話題作りでも取っとこうかなって、うん、なんか履歴書になんか資格のところにサウナスパ健康アドバイザーって書けたらなんか面白くないって思ったけんまあ突っ込まれるよね絶対。まあね、うん、まあノリの結構ノリよ、ノリだね、ノリで受けて取ったって感じそれあの、はい、その1個上のグレードのやつは取るつもりは、あ、まあ、いずれ取るよ、いずれ取るけど、まだちょっと1万5000円高いんよね。高っ、そんなにするの。そう、まあ、別に急ぎではないなって、うん、まあ、別に健康アドバイザーあるけん、まあ、別にそくそく取るものではないなって、取る必要もないな、ちょっとあんまお金最近ないけんちょっと逆にあさ、マサハルはあんまハマらんかった。だから別に最高なん、ね、毎日行きたいみたいなことではなくて、うん、なんかちょっと頑張った日のご褒美とかぐらいかな、うん、そんななんか頻繁に行きたいとはあんまり思ってないから。そっか、あんま気持ちいいと感じんかった。ふわふわするよね、ふわふわするけど気持ちいい。あ、そう、そのふわふわが気持ちいいっていう、まあまああの感覚もいいけど、別になんかハマるっていう感じとも違う、うん、かな。ああ、うん、そっか、うん、まあそういう人もおるんか。そういう人です。うわいや、そういう人なのか、俺がちゃんとサウナの良さを、サウナを伝えきれなかったのか分からんけど、だから体験したらすごいいいもんなんだけど、うん、うん、だからなんかせっかく行くならもっと疲れが溜まった時に行きたいだって毎回毎回行っても効果を感じにくそうだから、頑張ったご褒美っていうのがちょうどいい塩梅かなって僕は思う。そうご褒美になってる、ちゃんとなってる、なってる、なっとう、うん、今日もすごい楽しかったし、ね、楽しかった、はいはいということで、あのサウナに興味がある方はマイケルさんに外乗ってくれますか。一緒に行きましょう。あ、はい、一緒に服の湯でも天杯の外でも行きましょう。あ、なんか福岡にはね有名なんですかね、その2つは。服の湯はチェーンか。服の湯はチェーンだね。で天杯の外は結構サウナ界では有名やと思う。あ、そうなんだ、うん、サウナ界では。であと2つだって俺が知ったのが、なんか天神博多になんかウェルビー福岡っていうのとキャビナス福岡っていうのがあって、大体そこが一番有名かな。そこの2つが一番有名なのかな。まあそこ行ったことないっちゃけどね。まあちょっと早く行きたいけど行きたいけど、まあ、でも速速ってどういう日本語ですか。速速って速速早く早速さ、まあそうそう、多分そういう意味かな。
まあ、で天杯の里もいいよねっていう。いやもう天杯の里今日行ったんですけどマジサウナびっくりしたもん。うん、びっくり。びっくり、めちゃめちゃ熱いサウナで。ああロウリュ、ロウリュ、ロウリュと言いますね。あれはあのサウナ、そうです、寝せられた里のサウナストーンが真ん中、中央らへんに置いてありまして、そこに水をかけて蒸気を発生させることでなんか体感温度を上昇するっていうあのサウナがあるんですよね。あれ今日マジでもう本当に死ぬかと思ったから。いや暑かった。いやいいよあれが。激烈に暑くて。いやもうなんだろう、やけどしてたもんね。今はもう収まったけど。いやちょっと今日はひどかった。ちょっと今日はあのお客さん、他のお客さんで水かけすぎた。あれは。水かけすぎて。かけすぎた。でその間で人が出入りする人もいなかったから、ずっともう扉が閉めっきりで、うん、どん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 もう蒸気が出てくるから、うん、本当にもう。何、熱せられた蒸気が、蒸発した水蒸気が体にそのまま付着する感じだったよね、うん、もうめちゃめちゃ暑くて、そうそう、でその後満を持して出たらもうめっちゃ赤くなってるっていう感じ。半やけど状態だったから次はちょっとあんまり無理せず入ろうと思いました。でもあれ赤いやつね、多分やけどじゃないわあれ多分。あの赤みって言って、うん、なんか出るんよ。そう、そう、熱くなると出るんよ、そういう風に。なんか体に赤いな、赤い斑点が出てくるんよ。斑点だったね。斑点がそう、体に出てきて、うん、あれ結構いい、いいよ。別に、あれ健康にいいことやけん。本当か。あれ、なんかあれよ。あ、それはなんかその、資格にも書いてあったんですか。いや、資格にあったかどうか忘れたけど、でもあの血流が、血流の流れが良くなっとけん、赤くなるみたいな感じ。やったっけな。ほんまか。ちょっとまた調べろ、ちゃんと。多分そんな感じだったっけな。でも悪いことだね、全然。あ、そうなんだ。そうそう。うん、やったっけん。そう、別にやけどとかではないと思うけど、でもまあやけど並みに暑かった。でも、うん、ちょっと今日は暑すぎたかな。俺もちょっと過去一番暑かった。あれはいや僕もこんな暑さ経験したのは初めてでしたね。ちょっとあの落ち着いた時にちょっと行った方がいいかもね。うん、だってあのもうさ、めっちゃみんな水かけた後さ、うん、一気に暑いの来たじゃん、うん、あの人みんな出てったもんね。出てった全員出てたもん、ね、全員出てた。いや時間の都合上か分からんけど、いやまあそれもある。ちょっとだけ僕らより早く入ってたから、そう、まあ、うん、いい時間帯だったかもしれんけど、もうめちゃめちゃもう本当にもうクライマックスみたいな感じで暑くなった時にもうみんなさーっと出てったから、うん、ありがとう。あれ我慢して出ていったのか、あ我慢で、そろそろもう本当にそもそもきつかったけんもう出ていったのか、暑すぎたけん出てたか分からんけど、ね、まあ、まあそうだね。いや多分どっちかというと時間が経ったっていうのが大きいと思うけど、通そうだったしね。ちょっと今日はねきつかった、うん、なんか僕も初めて体験したタイプのサウナだったんですけど、ちょっとねじっくり入りたかったな。うん、そうだね、今日はちょっと緊急事態宣言ってのもあって入ったね。そうなんですよ、今日12時ぐらいまで営業してると思ったら急に8時まで今日営業ですって言われてしまって。普段12時までやってんの？普段12時までやっと。24時まで。そうそう、24時までやっと。あ、そうなんだ。そうやけん俺そのつもりで行ったっちゃけど、そう受付で、そうだね、7時ぐらいに受付した時に、え今日8時までですって言われて、あマジかって、うん、そうだね。そう本当は3セットする予定だったんですけど2セットしかできなかったんですよ今日。そう結構不完全燃焼で終わってしまったなーっていう感じなんですよね、うん、気持ちよかったんですけどね。うん、まあまたゆっくり行けたらいいね。僕はもう今月でちょっと福岡離れてしまうんですけど、ちょっとねちょっとちゃんと、リベンジしたい。いやでも結構満足したけどね。確かにもうちょっとゆっくりできたらいいな。今日は今日でゆっくりできたらよかったなと思ったけど、うん、あこういう感じかっていうのを体験できたのでちょっと満足したから、うん、あオッケーオッケー、じゃあるかな。あね、まあそれはそれでいいって、うん、なんか別のとこ行こう。そうだね、福の湯、あ福の湯花畑店行こう。また違うんですか。違う、あの春日店とは春日店と違うよ。あそうなの。そうどっちかって天杯の里にちょっと近い。へえー、あそこはサウナの種類もまた違うってこと。そう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 、あそこはね、あの今回セルフロウリュ、セルフでさ水かけるじゃん、はい、あれセルフロウリュって言うじゃん。あれ知らん、初めて聞いた。セルフロウリュって言うじゃん、はい、セルフで水をかけるけんセルフロウリュ、はい、でも、はい、福の湯の花畑店には結論のオートロウリュっていうのがあって、へ1時間に1回水が自動で流れるんよ。自動でサウナストーンに水をかけてくれるっていうのがあって、システムね。そうシステムで、
またあれはあれでまた言っちゃうね。そういうのがありますので、今度は花服の花畑に行こう。行ってみましょうか。じゃあ行ってみましょう。しかもあそこいいとこがね、朝の6時からあったらいいよ。朝の6時から朝行くといい。良さそうですね。夜でもいいけど、夜は24時まで多分やってたと思うけど。じゃあぜひ次はそれで、はいはい、ということで、皆さんも気になった方は今回の、マイケル流入り方を参考にしてみてください。はい。まあまあ、あのいろいろ YouTube とかで、あの藤森慎吾とかがあの結構サウナの入り方とか講座してるんで。そうなの。うん、そうやってる。へえ。やってるので、まあぜひぜひ、あの僕に限らず、まあいろんな人のサウナの入り方を参考にして、あの気持ちよくなって、あの整うっていうものを体験していただければなと思います。はい、はい、です。ということでですね、今だいたい2時間ぐらい経ったんですけど、うん、はい、もうなんか話していないことある？別にもう正治は大丈夫って思えば。なんかだいぶ眠たくなってきたよね。うん、眠たい。そうだな。でももうパフュームのことについてもいっぱい話せたし、うん、なんか作り手としてどんな風に考えてやってるのかなっていうのも分かったから、うん、もう僕はだいぶ満足しました。かな。まあ来月、今月で僕はまあ福岡から離れてしまうので、マイケルさんとももう疎遠になってしまいます。いやー、やだーなってしまうんだけど、やだ、まあ8月のね、はい、8月に、あのパフュームのライブあるじゃないですか。はいはいはい。まあ、そこでまあ合流することになったので、そこで合流しましょう。あの、はい、横浜であるんですけど、はい、なんかファンクラブ限定のライブで、うん、あのそこで再開することになりましたので、はい、その日をまた、はい、まあ、緊急事態宣言が出てなければサウナとかまたやってんのかな、わかんないけど、ライブとか時間があれば行きましょう、はい、東京のサウナ行ってみて。東京、横浜だけどね。あ、横浜、横浜、うん、いいよいいよ、横浜もういいよ。向こうのサウナとか行ってみた。関東のサウナを行きたい。はい、じゃあまたそこで、うん、またいろんなお話をしていけたらと思います。はい、本当にもうないかな。話すことは無限に話せるけど、まあそうだよね。まだなんか2人で占いに行った時の話とかしたいんだけど。そう、マイケルさん結構占いがね、あの好きだから。まあね、うん、なんか僕も一緒に連れてってもらったもんね。その時のまあいろいろね言われたけど、なんかあんまり当たってないよ、ね。当たってなかったらしいね。そう。僕なんか今その3月ぐらいにいたんだけど、4月以降のなんか社会人としての運気を占ってもらった時があって、うん、まあそれがまあ今そのちょうど通過点みたいになってるんだけど、うん、あんまり当たってないですね。当たってないね。あ、なかったね。あのその占いついては実は、うん、クッチレイディオシャープ3で、うん、確か話したので。あ、そうなんや。シャープ3かシャープ1で話してるので、はいはいはい、もうちょっとそれも聞いてみてください。はい、あの、あんまり当たってないです、うん、今結論から言うと。結論ね。はい、ということで、ということで、はい、まあね、今回は今までの対談ゲストとはにはなかったそのクリエイターっていうね、うん、職業の方に来ていただいたんですけど、うん、もうね、もうマイケルさん本当にその機材についてもすごい詳しいしだよね。うん、まあまあし、なんかその辺の機材についても詳しいし、まあ、特に照明の灯台とか、うん、その配線の仕方とか、うん、なんかそういう機材設置みたいなのはすごい詳しいので、もうなんかそういうところに関しては本当に信頼を僕は置いてます。ありがとうございます。なのでもしなんか僕なんか作品作りたいなと思ってることがいっぱいあるんですけど、はい、またあの機会があれば、はい、マイケルさんにお願いしたいと
思いますので。お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。なんか最後に言っときたいこととかありますか？もういや別に別にない。まあいやまあなんかうん、これなんかどうするマイケルの YouTube チャンネルとか貼っていいの？ああ別に、あいいよいいよ、俺の Twitter とかインスタとか貼ってもいいし。あそうなの、うん、分かったかな。じゃあもし興味ある方は概要欄に貼ってあれば貼ってあれば覗いてみてください。はい、お願いします。はい、はい、ということで本日のゲストはクリエイターマイケルさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございますありがとうございます照明の話したかしとらんけど大丈夫かな、映像の。あ、まあでも話したか。あ、そうやね、ライブしたか。うん、一応話してもらってよ。そうやった、そうやった、そうやったいやもう記憶飛んでるじゃん。記憶飛んでた。いやそうそう、いやライブの話しかしとらんかったけんさ、ライブ以降の話はまあいっかライブ以外での照明ってなんかあるっけ？あ、いや映像の方、映像もない、映像も聞いたくない。あ、ライブ、ライブは聞いた。あ、ライブの話は、そっか、ライブ、まあまあいいよいいよいいよ、ライブ以外はやっぱいいやそうですね、ということでマイケルさんでした。はい、ということで、じゃあちょっと僕は僕の締めに入りたいと思うんですけど。お、今の締めじゃなかったいや、マイケルさんが出ていった後の個人的、あの口で言うの締め今のゲストの締めあ、そうなんやね。そうそうそう、はい、はい、わかりました。ということで、はい口で言うとシャープ、これは8ですね。シャープ8なのこれ。そう、8か。あのシャープ7は、うん、大体、奇数が僕の一人語りで、はい、偶数が対談みたいな感じでやってるんだけど。あ、そうなんや。まあこれも一個僕のやつを挟みたいので。あ、はーいゲストも帰ったはずなんけど、まはい、分けましたありがとうございます。ありがとうございます。ということで、もういいんかなこれ。いや、まあまだまだ。あ、まだいや、まあ言ってもいい、いい普通にで、まあ4人目だったんですけど、まだクリエイターっていうねジャンルの方とお話できて本当に楽しかったです。これからもクッチレイディオでいろんな、なんか、ね、業種の人と話してみたいので、引き続き聞いていただければと思います。それでは今回もありがとうございました。さよなら。さよなら。